階段から転げ落ちる姿傑作だったわね。お母さん、さすがに嫁いびりの域を超えてます。ん？何の話？あんたが勝手に落ちたんでしょ。2階から降りるときに背中を押したでしょ。そんなことするわけがないじゃない。尾低骨が激痛で今病院に来てるんですよ。お金がもったいない。警察まで呼んだのになぜかお母さんを信じてしまって。あんたもひどい女ね。義母を警察に突き出すなんて。だって豚箱に入れるチャンスじゃないですか。まあひどいことを言うのね。いびられてるのはどっちかしら。証拠を抑えられないような突発的なことばかりするんですよね。どれだけ悪知恵が働くんですか。別にいいじゃない。嫁と姑が戯れてるだけなんだから。はい。私のお茶にお酢を入れたり、シャワー中に給湯器切ったり、靴に画鋲を入れたり、これのどこが戯れですか。私のせいにしないでくれる。達也かもしれないでしょ。違います。夫にも何度も怒られてますよね。親を疑うなんてひどい子よ。育て方間違えたかも。いえ、達也は親に似ずまともに育ってます。これは奇跡です。うるさいわね。私のおかげでしょうが。今回のことでさすがに愛想がつきました。何よ、どうする気。私たちは出て行きます。はあ。空き巣が入ってそれから眠れないから一緒に住んでほしいと土下座された時に断っておくべきでしたね。私は夫に先立たれて独り身なのよ。見捨てる気だったらどうして普通に生活できないんですか。してるつもりだけど。嫁に嫌がらせするのがあなたの普通なら私たちはやっていけません。わかった、もうしない。その言葉も聞き飽きました。急いで家を探します。待ちなさい、年寄りを放置するのは犯罪よ。そうなんですか、知りませんでした。告訴でも何でもどうぞ。わかったわ。お金なのね。私を有するなんて大した嫁だよ。いつ私がお金の話をしたんですか。いくらよ。いりません。夫の保険金を狙ってるならもうないから。は？1200万はありましたよね。まだ3年ですよ。あっという間なの。持ってみたらわかるわ。身なりや持ち物は特に変わらないようですが。栄養に変わったのよ。だからお金は払えない。なんか話がずれましたけど、お金はいりません。出ていくことは決定事項です。以上。こら待て、鬼嫁。私はなるみ、29歳です。同居してから本性を表すパターンの姑でした。姑は嫁いびりをするために生まれてきたような人間で、私は多少負けず嫌いで気が強いので言い返せますが、これ弱い人は病んじゃいますよ。検査の結果、尾低骨にひびが入っていました。座るのも立つのもくしゃみをするのも、とにかく何をするのも激痛なんです。この痛みが怒りに変わり、サクサクと新居探し、引っ越しの手続きを進めました。夫も謝ってくれましたが、絶縁か離婚かを迫ると秒で絶縁を選んでくれたので、結婚生活は継続することに。泣き叫ぶ義母を振り切って引っ越しを強行しました。野じ馬の見守る中、私たちは義実家を後にしたのです。しかし義母はこれで諦めるような人間ではありませんでした。2週間後。あんたらの新居の場所分かったわよ。はあ。私の頭脳を舐めるんじゃない。あ、脳みそ入ってたんですか。立派な家じゃないの。そうですね、気に入ってます。外観も私の好みだわ。そうですか。環境もいいし、これなら問題ないわね。いつ引っ越したらいい。やっぱり脳みそ入ってませんね。あなたのことが嫌いだから私たちは家を出たんですよ。でもこうやって LINE も電話も通じるじゃない。縁を切るとは言っても法的には不可能なんです。夫があなたの息子である以上、最低限の責任はあります。そのための細い最後の糸だとお考えください。なんだかんだ言って私のことが心配なんでしょう。無視することもできましたが、こうやってお返事してるのは理解してほしいからです。理解した。だから引っ越ししてくるわ。やっぱりダメか。アホには話が通じないわ。早く開けてよ。家にいるんでしょ。いますけど開けません。さっきからずっとインターホン鳴らしてるのに、無視するなんて意地が悪すぎる。いつ鳴らしました。ずっとよ。え、インターホン壊れてるのかな。もういいわ、勝手に入るから。
どうやって？あれ、お母さん何してるんですか？おい、返事してください。この家に入るのは不可能です。危険なのでやめてください。窓割って入って引っ越し完了したから。はい、だからリビングみたいなところの窓を石で割って鍵を開けたの。身内だから大丈夫よね。え、ちょっとどういうことですか？ちょっと家具のセンス悪すぎよ。真っ黒じゃない。明日一緒に家具屋行きましょう。こんな地味な色ばかりじゃ運気が下がるわ。黒？あんたいないのに家にいるって嘘ついたのね。たく、ほんと嫌な女。あの、冷蔵庫の飲み物もらうわね。やだ、お酒ばっかり。それでも主婦なの？もしかして。ちょっと何これ、なんで野菜室に大量の片栗粉が入ってんのよ。こんなに使わないでしょ、バカね。やばい、これは絶対にまずいことになってる。こんなに片栗粉あるなら唐揚げでも作っておこうか。やめましょう、触らない方がいいです。ケチケチすんじゃないわよ。いや、あの、とりあえず家に帰りませんか？やだ、私この家気に入ったもの。そこうちじゃないんです。そんな嘘ついてまで追い出したいわけ？住人が帰ったら大変なことになりますよ、多分ですけど。あんたたちが私に何かするの？いいわよ、受けて立とうじゃない。住所教えてください。お母さん、どうしましたか？おーい、やばい、きっと誰か帰ってきたんだ。数時間後。ここ、あんたらの家じゃなかったの？違います、まさか間違って侵入するなんて思わないじゃないですか。達也を尾行したらこの家に入っていったのよ。おそらく見間違いです。最初窓を割ったと言われて驚きましたよ。タマン最上階の窓って。は、あんたらそんなところに住んでるの？最上階は屋上から侵入できるって聞いたことがあるから、お母さんならやりかねないと思って途中までは半信半疑でした。でも片栗粉で絶対に違うと思ったんです。そうなの、ここヤクザの隠れ家だったのよ。あれも片栗粉じゃなくてヤバいやつだったのね。はあ、恐ろしい。そこの窓ガラスを割ったお母さんの方が私は怖いです。ヤクザが住宅街に紛れ込むなんてやり方が姑息だと思わない？今どこにいるんですか？なんか奥の部屋に閉じ込められてる。何人か黒ずくめの男たちが集まってひそひそ話してるわ。早く帰りたいんだけど。なぜ返さないかわかりますか？なんでなの？片栗粉の存在を知ってしまったからです。誰にも言わないわ。それを信じてくれるならとっくに帰れてます。やだ、どうしよう、怖くなってきた。全ては自分の身勝手な行動が招いたことですよ。今この状況で説教しなくてもいいでしょ。今しか聞かないでしょ、普段は自分の言いたいことだけ言ってるんですから。私はまた一緒に暮らしたかっただけなの。それは無理です。実際こうやって家を出たのに探して突撃して窓まで割るような人とは暮らせません。今回で本当に反省した。なるみさん、今までごめんなさい。謝るのが遅すぎました。今は夫と二人穏やかな生活を送っています。これを台無しにしたくないんで。でもタマンって高いんでしょ？最上階なんて奥はするって聞いたことあるわ。なんでそんなところに住めちゃうわけ？私が投資で増やしたお金が数億円あるので。は、聞いてないわよ。言う必要ありますか？そりゃそうでしょ、嫁の資産を把握しておくのも姑の役割なんだから。そんな常識知りません。そうと知ってたらもっと優しくしたわよ。言わなかったあんたが悪い。お金で人の扱いを決めるような人と一緒には暮らせません。よかった、家を出て。じゃあ家政婦として雇わない？掃除洗濯何でもする、報酬は月50万。ああ、ほら、二人とも仕事してるし、日中は私が家のことをやって夜は部屋に引っ込むわ。そうすれば顔も合わせないし揉めることもない。揉め事の原因は常にあなたです。こっちだって妥協してんだから折れなさいよ。これのどこが妥協？夜景なんかもさぞかし綺麗なんでしょうね。それはまあ楽しみだわ。そのためには早くここを出てそっちに行かなきゃね。勝手に話を進めないでもらえます？その話は後にしましょう。とりあえず今は私を助ける方法を考えて。ないこともないですが、リスクが。何でもいい、多少のリスクは受け入れる。
お母さんを傷害罪で警察に突き出します。は、なんで。私を階段から突き落とした件です。診断書の発行に1週間かかって、そうこうしているうちに引っ越しとかでバタバタしてて忘れてました。それ今やること。逆に今しかないですね。どういうことよ。その家に隠れてるから早く捕まえてほしいと頼むんです。ちょっと待って、ここを出られたとしても捕まるんじゃ意味がない。でも私は夫が行けば外部に漏らしたことがバレますよ。下手すれば私たち全員が消されるかも。確かに。そうなれば誰も助けてはくれません。その家の存在を第三者に伝えておかなくちゃ。そうね、3人で海の底なんてごめんだわ。うまくいけば片栗粉所持の罪で逮捕してもらえるかも。あんた頭いいわね。ありがとうございます。よし、その作戦でいきましょう。どうせ罰金くらいで済むでしょう。それはどうでしょうか。お母さんは他にも余罪がありますし。あ、私映像や音声がないと証拠にならないと思ってたんですけど、夫の証言や日記でも大丈夫かもしれないって弁護士さんに言われたんです。あんた全部メモってたの。改めて数えてみて驚きました。嫌がらせの数109個です。盛りすぎよ。私の服に待ち針、廊下に油、私の服の中にカマキリ、ドアを塞いでトイレに3時間閉じ込めたこともありましたね。まだありますけど全部書きます。いやもういい。これ民事でも損害賠償が請求可能だそうです。なんでよ、そこまですることないでしょ。私うつ病なんですよ。あなたのせいで。は？元気なくせに嘘つくんじゃない。うつは外からは見えません。正体不明な吐き気や頭痛と常に戦っています。でも薬を飲んであなたと離れてから確実に症状が楽になりました。言いがかりよ。最後まで自分の非を認めませんね。さっきの謝罪も上辺だけってことがよくわかりました。違う、心から悪いと思ってる。ちょっとムカッとしただけ。そこから助け出してあげます。最後の義母高校です。他の高校が良かった。あ、多分窓を埋まった件は追及されないと思いますよ。なんで。器物損壊は申告罪なのでヤクザが告訴しなければ警察は動きません。よかった。でも一生安心して暮らせるとは思わない方がいいです。え、だってこの通報によってヤクザの片栗粉は奪われるんですよ。誰かさんのせいで。あ、許してくれますかね。私でもこんな年より許す気になれないのに。大事な収入源を失った彼らが何をするか。ああ恐ろしい。待って、通報はやめて。私この家で暮らす。あ、ごめんなさい、もう10分くらい前に住んでます。いやー、ご絶談。私の通報により総勢10名を超える警察が現場に駆けつけたそうです。義母は傷害罪で逮捕、ヤクザたちも片栗粉所持で逮捕され、連行される際クソババアという怒号が住宅街に響き渡ったとか。義母は嫁いびりにしては相当悪質で件数が多いことから3年の猶予付きの懲役1年という判決が。しかし裁判では実刑にしてくれ、すぐに刑務所に入れろと大騒ぎしていたそうです。しかし夢は叶いませんでした。裁判を終えて自宅に戻ると黒塗りの車から小面が3人降りてきて、どこかへ連れて行かれたと近所の人から聞きました。嫁いびりがとんでもない結末になるとは本人も想像してなかったことでしょう。実はお腹の中には新しい命がいます。階段から落ちた時無事だったことは不幸中の幸いでしたが、もしと思うとやっぱりあの女を許すことはできないのです。これからは家族3人で幸せな毎日にしようと思います。サエの旦那さんって1年前に亡くなったよね。あ、うん、フルネームって佐藤仁さんで合ってる？そうだけど、どうしたの？うち看護師やってるんだけど、同姓同名の人が病院に救急搬送されてきてさ。え？去年一面で集まってサエのこと慰める会やったし、亡くなったってのは分かってるけど。うん、夫はもういないよ。でも顔つきも似てるの。会ったことはないけど写真見せてもらったじゃん。
そんな名前も顔も似てる人がいるなんてドキドキしちゃうね。ひとし？ね、似てるでしょ。似てるってレベルじゃないよ、本人にしか見えない。さえさ、旦那さんが急逝した時、出張ですぐに帰れなくて、その間に姑が勝手に葬儀も火葬も済ませちゃって、だいぶ怒ってたじゃん。うん、最後に顔が見たかったのに。それってもしかしてだけど、生きてるってことない？偽装ってこと？だっていくら母親とはいえ、奥さん待たずにいろいろやっちゃうのは怪しいでしょ。それはそうだけど、戸籍はどうなってる？他界したらいろいろ書類の処理しなくちゃいけないでしょ。書類関連もお母さんが全部やってくれたし、私はショックが大きくてそこら辺気にする余裕もなくて。姑さんと仲があんまり良くなかったっぽいじゃん。嘘ついてる可能性はある。不仲なわけじゃなかったよ、嫌な人でもないし、ただ厳しくて私は苦手意識があったかな。なるほどね。その夫に似た佐藤さんはどうして救急搬送されたの？階段から落ちて頭を打ったの。周囲の人が救急車呼んでくれて、搬送中に目が覚めたし、命に別状はないみたい。志保さん、その人に話しかけられる？え、なんて？サエの旦那さんですかって聞けばいいの？いや、うん、違った時まずいか。だね。私ここの病院には今月からお世話になってるから、ペーペーのペーなのよ。話しかけづらいよね。なんかやけに先輩看護師さんと仲良さそうに話してるんだよね。もしかしたらよく来る人なのかな、病院に、こんな若いのに。確かに不思議。その看護師さんどんな人？めっちゃ性格いいし、美人すぎて患者さんがよく LINE 聞いてくるって悩んでたな。あ、やっば、先輩に呼ばれちゃった。病院ってどこ？スカト大学病院。わかった、今から行く。私は仕事で構えないかもだけど、気になるんだったら会ってみてもいいと思うよ。じゃね、ありがとう。まさかそんな、ひとしが生きてるなんてありえない。そう思いながらも私は病院に急ぎました。彼とは2年前私が26歳の時に結婚しました。すごく優しい人で、気遣い上手で尊敬しています。こんな人と夫婦になれるなんて、と嬉しくて泣いたものです。しかしその幸せな生活は1年ほどしか続かず、私が海外出張に行っている最中に不慮の事故で亡くなったと知らされていました。そんな彼が生きているなら会いたい。ありえないって分かってるけど、とにかく会いたい。息を切らして病院に着くと、そこで私はとんでもないものを見てしまったのです。1時間後。お母さん、どうして私に嘘をついたんですか？サエさん、お久しぶり。急に何のお話かしら？ひとしさんのことです。彼は生きてますよね？え？ひとしさんが近くの病院に運ばれたと連絡がありました。その病院で働いている友人から聞いたんです。息子は1年前に亡くなったわよ。同姓同名の関係ない人でしょ？同じ顔をしていました。身長も声も表情も。あったの？顔は合わせてません。病室を覗いたら彼がいて、美人な看護師さんと楽しそうに話していました。彼は1年前に亡くなったってお母さん言ってましたよね？他人の空似よ。息子の葬儀は私がちゃんと終わらせたもの。その時の写真や領収書はありますか？ないわね。本当はやってないんじゃないですか？バカなこと言わないで。こんな嘘をついて何の意味があるの？私はお母さんから嫁だと認められてなかった。ひとしさんと引き離すためにこの手段を取ったんじゃないですか？厳しくはしたけど、そんな風に思ったことはないわ。それにあなたが嫁にどうとかって、私じゃなくて息子が決めることでしょ。ひとしさんも私じゃ物足りなかったんだと思います。どうしてそう思うの？あの美人な看護師さんと話している内容で分かっちゃいました。
もう1年の付き合いだねとか、次はどこ行こうかってデートの相談までして。他に好きな人がいたんですね。それはあなたの勘違いよ。私はそうは思いません。そもそもあの子は死んだの。病室にいる人は別人なんだから冷静になりなさい。じゃあ話しかけてきます。やめて。話せば本人かそうでないかわかるでしょ。何かいけませんか。この世には知らなくていいこともあるんじゃない。意味わかりません。あなたは家に帰りなさい。もうその反応でわかります。やっぱり偽装だったんですね。二人して私を騙して楽しいですか。本当に違うの。息子はあなたを愛してる。そうですか。もういいです。さえさん、あなたのためなのよ。数分後、さえ、病院に来てる？うん。遠目から見たけど、やっぱり彼は私の夫だと思う。直接話さないの？なんか勇気が出なくて話しかけられない。お母さんには LINE したんだけど。うん。息子は亡くなったの一点張り。そう考えると彼も私から逃げたかったのかもしれない。二人で協力して私を騙したの。そんな感じじゃなかったけどな。え、ひとしと話したの？包帯変えてたら明らかに私のことガン見してくるから、サエの旦那さんですよねって声かけちゃった。私がシホのこと親友だって写真を見せたことがあったからかも。ひとしはなんて言ってた？サエには僕が生きてること内緒にしてくださいって。やっぱり私に会いたくないのね。離婚したいならそう言ってくれればいいのよ。こんなめんどくさいことしなくてもよかったじゃん。サエとは離婚したくなかったんだと思うよ。離婚はしたくないけど離れたい理由って何？他に好きな人ができたとしか思えない。それで慰謝料が払いたくなくて逃げた。きっと相手はあの看護師さんね。そういう会話してたから。ねえ、いろいろこじれてるよ。一度旦那さんとちゃんと話しな。今さら何を話せっていうの？なんとなく病院側からひとしさんのこと聞いたけど、サイに嘘をついたのは理由があったからだと思うよ。だから美人看護師さんと人生をやり直すためじゃないの？違うって。あの人結婚してるし。え？あんたひねくれると全然話聞かないんだから。ひねくれて当然でしょ。死んだと思ってた夫が生きてたんだよ。でも話した方が後悔ないと思う。私からは話しかけられないよ。あっそ、じゃあ私仕事戻るから。どうしたらいいの？数時間後、さえ、久しぶり。ひとし、ごめん。どうして連絡してきたの？志保さんからサイに全部バラした。あの子は育児なしなところがあるから連絡してあげてくれって言われて。私から逃げたのによく LINE 送ってこれたね。今更なんのよ。逃げたんじゃない。本当傷が癒えてきたのに、今頃生きてるなんて言われても困るだけだって分かってたけど、俺もサイと話がしたかった。他界して1年経ったくらいじゃ傷は癒えないわよ。毎日あなたのことを考えてた。それは嬉しいな。私は嬉しくない。どうして嘘をついたの？ちゃんとひとしの口から話してよ。うん、長くなるけど聞いてほしい。本当はこのまま二度と会わないつもりだったんだけど、さえが誤解したまま悲しむくらいなら真実を話すよ。何？俺は1年前に急性リンパ性白血病と診断された。それって血液のガンって言われてるやつよね。そう、治療すれば良くなる場合もあるけど、5年後の生存率がかなり低くて。どれくらいなの？ 15% から 30% かな。そんなに低いのね。サイに話したくなくて、どうせ死ぬなら今すぐ消えようって思ったんだ。それで母さんに協力してもらって他界したことに。なんでそんなことしたの？しかも私の出張中に。その時がチャンスだと思ったんだ。
海外出張で返信が遅いし、帰国するのにも時間がかかる。そのうちに母さんがいろいろ済ませたことにしようって。そんなことする必要ないじゃない。あるよ。俺が闘病生活をするってなったら、サエは仕事を投げ出してでもサポートしてくれるだろ。当たり前でしょ、妻なんだから。サエはまだ若いし、母親になりたいっていう夢もあっただろ。だから早く別れて他のやつと幸せになってほしかった。そんな夢、ひとしのためならどうでもよかったよ。それが嫌だったんだ。サエはいろんな仕事も任されて、今が一番大事な時だろ。そんな中邪魔したくないし、サポートする時間を費やした挙句、俺が本当に死んだらサエは立ち直れない。ひとしの気持ちは分かったよ。浮気と疑ったことはごめんなさい。それは仕方ない。母さんからいろいろ聞いたよ。看護師さんと仲良さげに話してたのは色恋沙汰とかではないんだ。1年の付き合いは病院とのこと。白血病もスカト大学病院で見てもらってて、あの人は俺の担当だったから。デートの相談してたのは？あれはゲームの話。次どこのクエストに行こうかってことだよ。なんだ、早とちりした。どんな理由であれ、サエを騙したことは申し訳ないと思ってる。ごめん。本当だよ。ひとしが生きてるなら一緒にいたい。いつかまた悲しむことになっても、そばであなたを支えるのが私の幸せだから。うん、ありがとう。でも怒ってる気持ちもあるからね。そうだよな。悲劇の主人公ぶってないで、私の気持ちもちゃんと考えて。本当にごめん。それで今の体調どうなの？それが思ったより寛解に向かってて、病状も安定してるんだ。治ってきてるってこと？癌に完治って言葉はないから、どうしても寛解って表現にはなるけど、もしかしたらこの先も生き続けられるかもしれない。どうしよう、嬉しくて涙が止まんない。明日会おう。脳に損傷がないか検査して、明日の朝特に問題がなければ退院できるから。階段から落ちるなんてアホね。雨が降ってて滑ったんだよ。私できる限りのことはするから。好きな人とかできてない？バカ。そうだ、母さんからもメッセージが来てて、サイに謝りたいって言ってたよ。うん、私もいろいろ口走ったから謝りたい。またここから家族になれるよな。うん、これからもよろしくね。死ぬまでよろしく。後日談。翌日、ひとしの脳に異常がなく無事に退院。私たちは1年ぶりの再会を果たしました。嬉しくて震えが止まらない。だって死んだ人に会えたんですよ。想像できますか？それからの私たちは絵に描いたように順調でした。ひとしは医者から寛解宣言をもらい、仕事に復帰できるほど元気になりました。完治と違うところは再発する可能性があるということ。でも私は一生彼を支える気なので覚悟はできています。あれから5年が経ちますが、再発はなく、一昨年生まれた息子もすくすく育っています。まだ結婚できていない志保には嫌味を言われますが、お母さんともうまくやれていますし、私はとても幸せです。夫が生きていてくれて本当によかった。台風の中、あんたの娘は家から追い出したわ。お姉さん、どういうことですか？娘なら私が熱で面倒見れないので、今朝夫がそちらの家に連れて行ったはずですけど。確かに預かったわ。でも邪魔だから無理やり外に出したの。は？外すごい豪雨ですよ。風もすごいし、まだ2歳のあの子は飛ばされちゃってるかもね。嘘だ、お姉さんがそんなことするわけない。あんたに私の何がわかるってのよ。だって4人も子供がいて大変なのに、美穂にもいつも優しくしてくれますよね。そんな子供が大好きなお姉さんを私は信じてます。あんたが勝手に思い込んでるだけでしょ。それでも人見知りの美穂が懐くくらいお姉さんがいい人なのは事実です。子供はそういうのはわかりますから。それは偽りの姿ね。
本当は他人の子なんて大嫌いなの。え？だから美穂ちゃんを外に放り出した。早く助けないと手遅れになるかもね。なんでそんなこと。私何かしましたか？あんたが専業主婦なのにもかかわらずサボってるからよ。は？家事もしないで寝てるのよ。40度ごときで情けない。娘を預けたのはすみません。でも本当に動けなくて頼るしかなかったんです。自分の子供の面倒くらい張ってでもするのが親でしょ。こんなこと言いたくないですけど、お姉さんがインフルエンザの時に私が子供預かったこともありますよね。何？借りを返せってこと？そういうわけじゃありませんが、家族になったんだから助け合おうねって言ってくれたじゃないですか。そもそもあんたと私は立場が違うの。妹が姉の言うこと聞くのは当然でしょ。それ本気で言ってます？マジ中のマジ。お姉さんがそんな人だったなんて失望しました。しのごの言ってないでさっさと来なさい。娘がどうなってもいいわけ？言われなくても行く準備してます。このことは夫にも報告しますので。それはやめて。は？都合良すぎでしょ。そんなことしたら美穂ちゃんは本当にどうなるか知らないわよ。今度は脅しですか？それがお姉さんの本性だとしたら今後は延期にさせてもらいますから。数時間後。さっきはひどいこと言ってすみませんでした。まさか演技だったなんて。別にいいわよ。私も嘘ついたわけだし。家から出て驚きました。お姉さんがタクシー呼んでくれてるんですもん。さすがに病人を自力で来させるわけにはいかないからね。美穂も追い出されるどころかニコニコしてるし、大切にしてくれてありがとうございます。当たり前でしょ。私美穂ちゃん大好きだもん。それよりも話してる途中なのに急に家に帰るって出て行くからびっくりしたわ。すみません。どうしても急いでしなきゃいけないことができてまだ話し終わってなかったですよね。それはいいんだけど、熱あるのに休んでなくて大丈夫なの？薬が効いてるのもありますが、なんか吹っ飛びました。無理はしないでね。もう家に着いた？今タクシーから降りたとこです。一体何しに帰ったの？これから奴を地獄に落とすための仕掛けを作ります。それって陽介のことよね？そうです。夫のことは絶対に許せません。いつ帰ってくるかわからないので急ぎたくて話を中断させてしまってすみませんでした。そうね。ついでだし、このままさっきの話の続き聞いてくれる？はい。もう一度言うけど、陽介はルリちゃんの命を狙ってる。私の力で陽介の心の声を聞いたから確実よ。まさかお姉さんに不思議な力があるだなんて驚きました。そんな大層なもんじゃないの。ただ昔から頭の中に直接声が聞こえてくることがあったのよ。十分すごいですよ。テレパシーってことですよね。少年漫画だとかなり優秀な能力じゃないですか。何でも聞こえるわけじゃないのよ。自分でコントロールはできないし、正直最初は心の病気を疑ったわ。確かに一方的に聞こえてくるのは辛いですね。多分だけど、その人が強く思っていることが時たま聞こえてくるんだと思う。じゃあ陽介はそんなに強く思ってたってことか。そう、陽介が美穂ちゃんを私の家に連れてきた時に今までで一番はっきり聞こえた。ルディ殺すって。でも今日実行するつもりでしょうか？さっきバッティングしないように陽介の職場に電話したら仕事はしてるようでしたが。あの念の強さ、今日やるつもりだと思う。仕事が終わった後で犯行に及ぶのかも。本当にお姉さんがいて助かりました。美穂ちゃんを連れてきたのが陽介でよかったわ。じゃないと気づくことができなかった。一生感謝させてください。大げさよ。でも私のことを信頼してくれてるとはいえ、この話をよくすんなりと信じてくれたわね。実は思い出したんです。何を？昔お姉さんと道を歩いてる時に思い切り私を引っ張って向かってくる車から守ってくれたこと。そういえばあったわね。あの時も聞こえてたんですよね、運転手の声が。うん、引いてやるって悪意が伝わってきた。結局その車は私が急に避けたもんだから事故をしたんでしたよね。後でニュースで見て驚きました。まさかひき逃げの常習犯だったなんて。ほんとびっくり。世の中変な人がいたものね。実はあの時からお姉さんには特別な力があるんじゃないかって疑ってたんです。早く教えてくれたらよかったのに。この能力が開花したのは大人になってからだし、
頭おかしいって思われるのが怖くて誰にも言ってなかったの。じゃあ今回教えてくれたのかなり勇気いりましたよね。信じてもらうためには言うしかないって思って、救うためとはいえ嘘ついて台風の中来させてごめんね。いいですよ、本当は私が直接言ってルリちゃんを連れ出せたら済んだ話なんだけど、さすがに台風の中子供5人連れて外に出るのは危険ですから、まだお留守番できる年齢でもないですしね。そうなの、だからなんとかルリちゃんに来てもらう必要があったんだけど、熱があって台風なのにちょっとやそっとの理由じゃ来てくれないと思って。確かに、さすがに子供が危険な目に遭ってるって知ったら急いで来てくれるかなって嘘ついちゃった。でも最初から陽介のこと言ってくれたらよかったのに、私信じましたよ。もしかしたら LINE 監視アプリとか仕掛けてるかもと思って警戒したのよ。私が気づいてることを陽介には知られたくなかったからね。なるほど、結果的に LINE 監視も位置情報も入れてなくて安心しました。よく考えたら陽介機械音痴だったわ。多分やり方を知らないわね。さてセット完了。さすがに熱が上がってきたかな。大丈夫？まあ今は闘志に燃えてアドレナリン出まくりなので割と元気です。陽介を地獄に落とす仕掛けはできたの？バッチリです。引っかかってくれるといいんですが、あとは帰ってきてから話しましょう。氷枕用意したからゆっくり休んでてね。ありがとうございます。今からそちらに戻ります。数時間後。なんで家にいないんだ？あら早かったのね、早退したの？自分の仕事が終わったから帰っただけだ。それよりお前どこにいる？お姉さんの家だけど。熱出して寝込んでたはずだろ、なんであやきの家なんかにいるんだ？私をあの世へ送れなかったからってカリカリしないでよ。え？あんたがしたことは全部わかってるから。どういう意味だ？いやびっくりした、帰ってくるのに刃物持ってるんだもん。なんでそれを？布団で寝てる私に躊躇なく刃物をぶっ刺してたよね。まあダミーだけど。何のつもりだ、あんなものを用意しやがって。上手にできてたでしょう。布団をクッションで膨らませてあんたのハゲ隠し用のカツラをセット、くるまって寝てる姿を演出してみたんだけど、まんまと引っかかってんの。勝手に俺のカツラ使ってんじゃねえよ。どこで見てた、近くにいるのか？だからお姉さんの家にいるってば。うちにカメラ仕掛けてたの、スマホで見させてもらったわ。なんだと、これか。あ、壊された。まあ仕掛けたの一個じゃないけどね。俺をなめんのも大概にしろ。それはあんたでしょ。ああ、お姉さんが教えてくれなかったら私は今この世にいなかった。人の命を何だと思ってんの？なんで姉貴が知ってんだ、言ったことなんかないのに。さあ、あんたの顔に俺は犯罪者ですって書いてたんじゃない？嘘だろ、どこだ？何鏡見て確かめてんのよ。どこにも書いてないじゃねえか。そういうアホなとこ結構好きだったんだけどな。でも犯罪者のあんたは警察に捕まる、もう二度と会えないね。何言ってる、俺はただ布団に刃物を突き刺しただけだぞ。じゃあ犯罪者じゃないか。でも私がそこにいたらどうなってた？織田仏。いや、それれっきとした犯罪やないかーい。そのノリやめろ、ムカつく。でも本当のことよ、実際さっき電話で警察に相談したら十分逮捕案件だって言ってくれた。マジかよ、じゃあこれ本当に捕まる。しばらくは豚箱で臭い飯しか食べられないだろうから、ラオウを机の上に置いてあげたよ。最後の晩餐にどうぞ。逮捕だけは困る、頼むから取り下げてくれ。退かぬ、媚びぬ、帰り見ぬ。あ、これラオウだったわ。そういうのもういいから許してくれよ。じゃあなんで私を葬ろうとしたのか教えて。それ次第では情状酌量も考えてやる。分かった、俺はただ真剣が欲しかっただけなんだ。なんで？あんたそんなに小煩悩だっけ？俺は美穂のことを大事に思ってる、当たり前だろ。そう、続けて。お前とは別れたかった、でもこのまま離婚しても真剣が取れる可能性は低いだろ、だからお前を消そうとした。引くくらい自己中ね。でもなんで今日？美穂とお前が離れたからだよ。ああ、つまり美穂には私を葬る姿を見られたくなかったってことか。そうだ、お前は専業主婦だからいつも美穂と一緒にいるだろ。そうね、娘には清く純粋な心のまま育ってほしいからな。お前が生きた後の姿とか絶対に見てほしくなかったんだ。
だから美穂をお姉さんに預けるって言った時にちょっと嬉しそうだったのね。それに高熱で弱ってるお前ならもし抵抗されても確実にやれると思った。神が俺に今日というチャンスを与えてくれたのかと思ったよ。結果的に地獄に落ちるわけだからエンマだったのかもね。でもそんな好機の日だったのに仕事は行けたんだ。社会人として当たり前だろ。それに今日は大事な会議が入ってたからな。その真面目さをもう少し倫理に使ってほしかったわ。そうだ、駆け引きをしよう。何？真剣をよこせ。は？そしたらお前は俺に命を狙われないし俺は美穂が手に入る。一石二鳥だろ。私には何のメリットもないじゃない。それになんでそんなに真剣に固執してんの？俺が子煩悩だからって言っただろ。嘘つき、ただの煩悩でしょ。え？あんたの口から本当のこと言うの待ってたけどもういいわ。浮気相手が不倫なのよね。なんでそれを？実はちょっと前から怪しいと思って探偵に依頼してたの。相手の名前も知ってるわ。嘘だ、俺はバレるようなことはしてない。気づいてないの？あんたこないだ首元にキスマークついてたわよ。マジかよ、絶対にそれはやめろって言ったのに。みんな気づいてたわ。あんたの会社の人に会った時にお盛んで羨ましいですって言われて苦笑いしかできなかったんだから。最悪だ。マーキング好きな彼女なのね。それとも私への似合わせかしら。彼女はそんな低能な女じゃない。女はあんたの想像以上に怖いのよ。それで美穂の親権を取って彼女と結婚するつもりだったんだ。そうだ、そのためには美穂の心に傷があってはならない。だから娘の前ではお前に手を出せなかった。それをその子も望んでたの？いや、サプライズにしようと思ってたから誰にも言ってない。次の交際1年記念のプレゼントにしようと思って。なるほどね。それで探偵が調べてもあんたが私の命を狙ってることまでは分からなかったわけか。俺たちが幸せになるためにはお前の犠牲が必要だったんだ。だから真剣をよこすか、くたばってくれ。もういい、あんたがクズ野郎ってことはよく分かったわ。え？何がプレゼントよ。娘は物じゃない。母親を失って知らない女の子供になるなんて美穂がどんな気持ちになるか考えたの。新しい母親は美人だからきっと喜んでくれるさ。勝手に決めてんじゃないわよ。あんたのエゴに周りを巻き込まないで。俺の幸せを追い求めて何が悪い。そのためにいらない人間を消して子供の気持ちを無視するなんて許されない。絶対に幸せになんかなれるわけないでしょ。なれる。俺の計画は完璧なはずなんだ。お前を処分した後俺が疑われないように警察に怪しい人が妻を狙ってるって相談までしてたのに。だから警察の人がよくうちの前をうろついてたのね。そんな完璧な俺の人生は絶対に幸せであるべきなんだ。あっそう、じゃああとは裁判であんたのこれからの人生を決めてもらいましょう。なんで、正直に話したら許してくれるんじゃなかったのか。情状酌量を考えるとは言ったけど許すなんて言ってないわよ。そして考えた結果あんたをとことん追い詰めることにした。そんな、騙すなんてあんまりだ。騙すといえば一個だけ嘘ついてたわ。ごめん。え？まだ通報してなかった。やっぱり許してくれるんだな。あなたの自供も引き出せたし改めて今から通報するね。は？あ、一応言っとくけどもちろん浮気の慰謝料も請求するから用意しといて。それじゃ。ちょっと待て、まだ話は終わってないぞ。捕まるなんて嫌だ。うるさいな。私はこれからお姉さん家族と焼肉なの。熱があるのに焼肉？なんか治っちゃった。もしかしたらあんたの怨念が原因だったのかも。いっぱい食べよっと。俺はどうなる？もちろん豚箱よ。警察来る前にラオウを食べとかないと後悔するわよ。くそ。後日談、夫がラオウを食べているところに警察が来て食べきるのを待つことなく連行。事情聴取をした後に逮捕状が発行され殺人未遂で懲役7年が決定しました。離婚も無事成立し浮気相手と陽介に慰謝料200万ずつ請求。陽介は浮気相手を本気で愛していたらしく彼女の名前を叫びながら泣きじゃくってる様子がニュースになりました。それを見た浮気相手はドン引き。そもそも子連れなんて望んでなかったとか速攻縁を切る決意をしたそうです。家族みんなに縁を切られ一人ぼっちになった陽介、これが彼の人生計画だったのでしょうかね。私は仕事を始め娘を保育園に入れて毎日忙しくしています。大変ですが義姉や両親の力を借りて
幸せな毎日です。帝王切開、来週の金曜日になった。三つ子に会えるの楽しみだね。土曜は会社のバーベキューだ。準備があるし予定ずらせ。は？そんなの無理。なら俺はバーベキューに行く。一人で産め。あなたの子が生まれるのよ。俺が産むわけじゃない。別に行く必要ないだろ。あなたにも来てもらうように病院から言われてるの。は？なんだよそれ。めんどくせえな。帝王切開は手術だし、出産は命がけなの。父親なんてそばにいて。じゃあお前俺の代わりにバーベキューの準備しろよ。は？簡易入院とかなんとか言って、もう2ヶ月以上入院して家事サボりまくってるんだし、嫁としての役目を果たせ。三つ子の妊娠はハイリスクだし、入院になるのは仕方ないことなの。どう見てもピンピンしてるくせに、ずっとベッドに横になって、いいご身分だよな。羨ましいわ。好きでそうしたわけじゃない。病院の指示に従ってただけ。ま、産めば解決だろ。バーベキューは産んだ次の日だから何の問題もないよな。手術の翌日よ。無理に決まってるでしょ。腹切って子供出したら縫って元に戻すんだから動けるだろ。無茶言わないで。そもそも退院は産んでから1週間後だから行けません。ああ、甘えたこと言ってんじゃねえ。私が決めたことじゃないし、産後は体を休める必要があるの。ふざけんな。病院に文句言ってやる。そんなこと二度としないで。何いきなり切れてんだよ。私はあなたのせいで通い慣れた病院を追い出された。もうあんな思いはしたくない。だってどう見ても元気なのに、産まれるまで入院しろなんて医療費のぼったくりだろう。あなたがそう言って切れて大暴れしたせいで私は受け入れ拒否された。あんなところこっちから願い下げだ。妊娠前からお世話になってた思い入れのある病院だったのに、あんなボロくて小さなとこより今の方がでかくて立派じゃん。俺のおかげだな。結局入院することになったし、転院する必要なんかなかった。いや、それは大いにあった。なんで？ここは病棟ナースが可愛いってネットで評判だったんだよ。は？噂通り美人揃いで最高だ。前の病院はババアしかいなかった。暴れてまで拒否した入院をここならと受け入れたのはそういう理由だったのね。この2ヶ月楽しませてもらった。やめて、気持ち悪い。でももう十分満足したしな。そうだ、バーベキューにそこのナースたちも招待するか。本気で吐き気がしてきた。お前声かけとけよ。お断り。とにかく私は行けないから当てにしないでよね。絶対に手伝わせるから覚悟しておけよ。変なことしたら許さないから。これからエコー検査だからもう行くね。ストレスでお腹が張ってきました。私はアキナ、35歳。やっと来週我が子たちに会えます。夫のユージは結婚した途端に横暴な本性を現しました。ですがすぐに三つ子の妊娠が分かり、離婚の道は選びませんでした。唯一の救いは義理の両親。幼い頃に両親を亡くして施設育ちだった私のことを、夫と交際を始めたばかりの頃から本当の娘のように愛してくれ、心から感謝しています。そして迎えた金曜日、私は予定通り三つ子を出産しました。付き添いに来た夫は終始不機嫌そうにしていたものの、手術が終わると黙って帰ったので私は一安心していたのですが、あの日のおとなしい夫の様子はまさに嵐の前の静けさだったのです。出産翌日、病院から無理やり連れ出しておいて家に置き去りなんてありえない。俺はパチンコ行くって言ったろ。昨日手術したばかりなのに一人で放置しないでよ。食材買い出しに行って仕込みして、夕方には会場準備済ませとけよ。お願いだから病院に戻して。甘ったれたこと言ってんじゃねえ。大げさに管つなぎやがって。素人が勝手に点滴抜くなんてありえない。病気でもあるまいし、あんなもん必要ないだろ。点滴から痛み止めを入れてもらってたの。あれなしじゃとても耐えられない。またにも管つながってたぞ。尿管引っこ抜かれた時は痛みで気絶するかと思った。へぇって規制上げてたもんな。マジキモかったわ。笑い事じゃないから。それより高陣痛がとにかくひどいの。今にも気を失いそう。
買い物してれば気が紛れるだろう。肉多めによろしく。立ち上がることすらできないのにどうやって買い出しに行けって言うのよ。たかが出産くらいで大げさすぎ。出血もひどい、下半身血まみれになってる。きったねえな。ちゃんと掃除しとけよ。お願いだから帰ってきて。もう意識保ってるのがやっとなの。俺はパチンコ行ってから仲間と軽く飲んで会場入りする。どうしてこんなひどいこと。この2ヶ月お前がのんきに入院してたおかげで俺は迷惑してたんだよ。だからって出産直後にこんな仕打ち信じられない。リハビリにちょうどいいだろ。大体子供たちは病院に置き去りでどうするつもりなのよ。お前が後で引き取りに行け。恥ずかしいし申し訳ないし情けなくて考えただけで涙が出る。何も悪いことしてないんだし堂々とすればいいじゃん。は？世話する患者が一人減ってむしろ向こうも助かってるだろ。あんなに大騒ぎしておいてよくそんなこと言えるわね。騒いだのは病院側だろ。俺はただ連れて帰ろうとしただけ。勝手にいろんな管引っこ抜いて大声で周りを威圧しながら警備員の制止も振り払って無理やり連れ出したんでしょ。そうだっけ。おまけに車椅子盗んでるし訴えられたらどうするつもり。そんなもん返せばいいだろ。そういう問題じゃないし警備員さんだって突き飛ばして尻もつかせた。怪我させてたら大変なことよ。お前大げさすぎ。あなたが考えなしすぎるの。ダメだもう限界。今度はなんだよ。うるせえな。お腹が痛くて気を失いそう。準備が全部終わったら救急車でも呼んで病院に戻れば。あんなに大騒ぎして出て行ったのに救急車なんて呼べるわけないでしょ。お前ほんと気にしすぎだよ。なら諦めて頑張ることだ。お願い本当に帰ってきて。じゃ17時に会場でな。数時間後。そろそろ会社のみんな連れてっけどバーベキューの準備終わったか。50人分程度だし出産直後でも簡単だろ。今救急車の中にいる。はあ？何言ってんの。倒れたふりして逃げる気かよ。お前こそ何を言ってるんだ。ふざけるのもいい加減にしろ。あ、親として本当に情けない。アキラさんに申し訳ない。まさか親父。そうだ、お前のしたことは全て聞いた。どっからどこまで。結婚してお前が表現したことから今日起こったことまで全部だ。誤解だ。アキラは虚言癖がある。いい加減にしろ。でも私たちは今朝孫の顔を見るために病院まで行ってきたんだ。するとアキナさんはいなかった。看護師の方たちも慌てた様子だった。あいつが帰りたいってただこねて脱走したんだよ。こいつは今からバーベキューの準備をするんだよって叫びながら無理やりアキナさんを車椅子に乗せ連れ出したそうじゃないか。誤解だってば。アキナさんを探すためお前たちの家に行ったら信じられない光景が広がってたよ。なんだよ。下半身が血まみれのアキナさんが床にうずくまっていた。それだけ。どういう意味だ。意識はあったんだろ。やっぱり倒れたふりしただけじゃん。お前ふざけるな。救急車も嘘じゃん。それ朝の話なんでしょ。今救急車にいるってのは嘘だ。お前がどんな反応するか知りたかった。でも救急搬送されたのは本当だ。今は病院に戻って休んでいる。てかバーベキューの準備は。はあ、さすがに少しは進んでるよな。悪いけど親父、食材運んでくれる。お前は救いようがないクズだな。もう親子の縁を切らせてもらう。そんなに怒ることじゃないだろ。分かったよ、もう会場着いたし食材セット売ってるからそれ買うわ。バーベキューの話はどうでもいい。親子の縁切るなんて大げさだよ。俺そこまで悪いことしてないじゃん。お前がしたことは保護責任者遺棄、それに窃盗、傷害だ。それも歴史とした犯罪なんだよ。それなのにさっきからその態度。お前なんかも私の息子じゃない。ちょっと待ってくれよ、俺そんなことしてない。帝王切開を終えたばかりで入院している明菜さんを無理やり家に連れ戻して挙句一人で放置して出かけた。これは保護責任者遺棄だ。そんなの大げさだろ。それだけじゃない。お前病院の車椅子を盗んだそうだな。それに警備員を突き飛ばしたらしいが彼は腰を痛めて2週間仕事に出られなくなるそうだ。車椅子は返すつもりだった。警備員は勝手にこけたんだよ。盗んだことに変わりはないし、お前が突き飛ばしたことは
監視カメラで確認済みだそうだ。マジか、どうしたらいいんだよ。それと明菜さんとは当然だがすぐに離婚の手続きをしろ。あいつは親がいないんだし、三つ子抱えて生活できるわけない。俺がいなきゃ無理なんだよ。安心しなさい、私たちが4人とも面倒を見ていく。は？私たちはお前と親子の縁を切って明菜さんと孫たちと一緒に暮らす。俺がいなければ親父とおふくろはただの他人じゃ。そんなのあいつが望むわけないだろ。私がそう望んだの。は？そもそもあなたとの結婚をここまで耐えてこられたのもお父さんお母さんのおかげ。俺のことが好きだから一緒にいたんじゃないのかよ。気色悪いこと言わないで。結婚した途端に偉そうになって、あんたのことなんか大っ嫌い。亭主関白の方がかっこいいし、男を立てるのが女の役目だ。バーベキューの準備も妻にさせれば若い社員にモテるとでも思った？そうだよ。残念だったわね。最近そういうの流行らないのよ。それはお前の価値観だろ。 SNS でアロハシャツおじさん奥さん連れ去りって調べてみなさい。なんだよそれ。どうなってるんだよ俺。炎上してる。あの時誰かが撮ってたみたいね。帝王切開したばかりの奥さんをバーベキューの準備させるために病院から連れ出す夫って、ご丁寧に解説までついてる。プライバシーの侵害だ。顔は隠されてるし個人を特定できるとは言えないんじゃない？そうか、じゃあ誰にもバレないか。世間様にはね。どういう意味だよ。若い子を中心に拡散されて大炎上してるみたいだけど、あなた朝から張り切ってド派手なアロハシャツ着てたし、周りにはバレバレなんじゃない？どうせ今も着てるんでしょ。もしかして若い女子社員たちがさっきから俺のこと見て笑ってるの、これを見たからなのか。まさかモテてるって勘違いしてた？するだろ、めっちゃ舞い上がってたわ。ご愁傷様。最悪だ。いい気味だわ。アキラ、悪かった。やっぱり俺にはお前しかいない。はあ、やめてよ気色悪い。離婚一択だし保護責任者行きで刑事告訴するから覚悟してて。え？病院とも話をした。窃盗も傷害もどちらも警察に被害届を出すって言ってた。俺捕まるの？そうね。いくら出せば許してくれる？そんなにお金持ってるの？10万くらいなら払える。まず結婚してから今日までの精神的苦痛に対する慰謝料で200万請求しようと思ってるけど。え？それと三つ子の養育費も当たり前だけど支払ってもらうわよ。そんな金ない。そういえば病院からは器物損壊の損害賠償も請求があると思う。わかるように言ってください。私を連れ出す時にいろんなものにぶつかって壊したでしょう。全部弁償してもらうって話を。俺どうしたらいいの？きちんと罪を償ってお金を支払うしかないんじゃない？謝ってもダメ？当たり前でしょ。そんな、誰か助けて。親父、おふくろ、アキラ。まだ体がしんどいから休ませてもらいます。さようなら。仲間外れにしないで。後日だ。その後夫は保護責任者遺棄、窃盗、傷害、器物損壊と様々な罪で逮捕されました。私は離婚し、慰謝料200万と三つ子の養育費を請求。義両親も宣言通り、息子とは親子の縁を切って私たち親子4人と一緒に新たな生活をスタートしています。アロハシャツおじさんの奥さん連れ去り動画は若い社員たちから拡散され、会社中、やがて業界中に広まり、再就職も失敗続きだとか。慰謝料、養育費の支払いに追われアルバイトを3つ掛け持ちして寝る暇もなく働いているそうです。三つ子たちと義両親と暮らす日々は毎日とっても幸せです。苦情だったけど、この子たちと出会わせてくれたことには感謝しないといけませんね。ミートの真田ちゃん、お外に出る時間でちゅよ。人違いですね。私真田さんじゃなくて沙織なので。親に寄生する真田虫だって言ってんの。さっさと出て行きな。お姉さんかわいそうです。その年でボケちゃうなんて。53歳でしたっけ？誰がボケてんのよ。それに私はまだ35なんだけど。わけわかんないこと言ってごまかそうとしても無駄よ。早く出てってちょうだい。じゃあ記憶が混乱してるんですね。かわいそうなお姉さんにもわかるように改めて説明してあげます。
私は3年前、兄とお姉さんが結婚して実家で同居を始めた時に出て行きました。お姉さんがこの部屋は私のって驚異のハイトーンでシャウトしながら私の部屋を占領したじゃないですか。だから仕方なく私は今のマンションに引っ越したんですよ。じゃあ実家に帰りなさい。あんたの部屋開けてあげるから。まさかあんたがタワマンに住んでるなんてね。なんで3年も隠してたのよ。別に隠してなんかないですよ。お姉さんが私に興味なさすぎただけでしょ。それに今更あの部屋では暮らせませんよ。この前実家行った時にチラッと見たらめちゃくちゃ汚くて。ゴキブリでも飼ってるんですか。誰が飼うか。ムカデとゲジゲジはたまに見かけるけどさ、もっと恐ろしいですよ。まあペットの趣味に口出しはしませんけど。ペットじゃないから。もうどこでもいいから引っ越して。そのタワマンには私たちが住むから。言ってる意味がわからないです。なんでここにお姉さんが住むんですか。長男夫婦が財産を受け継ぐのは当然のことでしょ。あんたみたいにニートがあんな豪華な部屋で暮らしてるとかありえないし、30目前のニートが親のマンションで帰省なんて人として恥ずかしくないの。やっぱりお姉さんって脳がかわいそうな人なんですね。そもそも私はニートじゃありませんし、どこに住もうが勝手です。それに私は家の財産なんて当てにしてないので好きにしてください。だったら早く出て行きなさいよ。もう荷物まとめてるからそっちに送るわね。送ってこないでくださいよ。ムカデとゲチゲチとか無理なんで。それは置いてくわよ。え、大切なペットをですか。違うわよ。あんたの実家がボロいからあんなのが湧いて出るんだから。私が住んでた頃は一度も見たことないですけど。ああ、引っ越す時はあの 4K テレビとルンバとエアコンは置いてきなさいよ。そもそも出て行きませんから、勝手に話を進めないでください。残念ながらあんたには拒否権はないのよ。家の全権は次の家長である長男が握ってるの。そして私はその妻なのよ。つまり私の言うことは絶対だから。家長って昭和の時代からタイムリープしてきたんですか。時をかける少女35歳なんですか。もう引っ越しは確定事項だから、あんたは実家に戻るなりアパート探すなり好きにすれば。どっちでもいいけど今週中には出てってもらうことになるから。出て行きませんから。ここは私のマンションなんですよ。何か勘違いしてません？あ、最初から脳が機能してないんでしたっけ。あんた私を舐めてんの。もう怒ったわ。すぐに出てってもらうから、明日の朝一に行くからね。私明日早朝から出かけるんで来ても入れないですよ。それは好都合ね。さっさと荷物運び込んでおくから、あんたの荷物今晩中に整理しておかないと全部捨てちゃうからね。だから来ても入れませんって。ああ楽しみだわ。ようやくこのボロ家から出て夢のタワマン暮らしね。タワマン、タワマン。ああ、トランス状態なんですね。日本語が全く通じないようなので今日は失礼します。一体どうやって部屋に入ったんですか。これどういうことです。もしかして私の部屋に勝手に入ったの。不法侵入じゃないの。警察呼ばれる前に帰ったら。だからここは私の部屋です。私の家具や家電はどこにあったんですか。代わりに悪趣味を極めたような荷物が詰め込まれてるんですが。何が悪趣味よ。あんたの荷物の方がよっぽどひどいセンスだったわ。地味なものばっかりでさ、まとめて不用品回収業者に持ってってもらったから。後でその手数料を払ってもらうからね。え、捨てちゃったってことですか。何勝手なことしてるんですか。勝手？昨日言っといたわよね。ちゃんと片付けてないからいけないの。もうその部屋は私のものなんだから、さっさと出てってよ。本当に警察呼ばれたいの。前からかなり知能が低い人だとは思ってましたけど、私の想像をはるかに超えてきましたね。あ、ムカデとゲジゲジって脳内で飼ってたんですか。なら納得です。嫌味のつもり？そんなの全然聞かないんだけど。タオマンを手に入れたことで私はメンタル面でも無敵になったの。脳がペットに食い荒らされたから思考能力がなくなっただけですよね。そこはちょっと同情します。そこまで言われるとさすがの私も怒るわよ。え、無敵のメンタルはどこに行っちゃったんですか。今引っ越し祝いで飲みに来てるの。せっかくのお酒がまずくなるじゃない。はあ、のんきに飲んでる場合じゃないと思うんですけど。あんたこそさっさと出ていかないと。本当に警察呼ばれたいの。ニートの上に前科者なんて信じられないほどの親不孝ね。前科者になるのはゆかさんの方なんですけど。はいはい、これ以上私を怒らせない方がいいわよ。義妹だから穏便に済ませてあげようと思ってたのにさ。
そもそももう義妹でもないですよね。兄から全部聞きましたよ。浮気がバレて離婚したんでしょ。当然家からも追い出されたから私の部屋の乗っ取りを目論んだと。なんだ聞いちゃったのね。そうよ、もう離婚したの。だから財産分与ってことでこのマンションをもらうことにしたのよ。財産分与の意味知ってます？当たり前でしょ、3年も結婚してたんだし当然の権利でしょ。だからタワマンは正式に私のものになったのよ。兄が財産分与としてこのマンションを渡すって言ったんですか？当たり前じゃないの。頼むから実家は勘弁してくれ、あのタワマンをやるって懇願してきたのよ。そんなしょうもない嘘が通じるとでも？離婚を突きつけられたら財産分与マンションって例のハイトーンボイスで叫びながら出てってそうですね。兄も何のことだか分からずあちこち探し回っていたらしいですよ。それだけ言えば分かるでしょ、あんたの親が持ってるマンションなんてここしかないんだからさ。何かいろいろ勘違いしてますね。まず親の財産は財産分与の対象にはなりませんから。結婚期間中に貯めた貯金とか買ったものなんかしか分与されません。は？いずれはあの人のものになるんだから同じじゃないの。全然同じじゃないですから。それにそもそもこのマンションは父のものではありませんよ。は？何言ってんのよ。私の名義です。何？勝手に名義変えたっていうの？ニートのくせに小賢しい真似を。はあ、もう訂正するのも面倒ですけど私はニートじゃありませんから。自分で稼いだお金でこのマンションを買ったんですよ。だから最初から私の名義なんです。は？でもあんたはずっと家にいるって聞いてるんだけど、どう考えたってニートじゃないのよ。本当に昭和の時代からやってきたとかですか？今時在宅でバリバリ働いてる人も全然珍しくないんですけど。内職くらい知ってるわよ。そんなのでタワマンなんか買えるわけないでしょ。嘘つくならもっとマシな設定にしなさい。本当に化石みたいな人ですね。貞子もネットで拡散される時代ですよ。私はネットを使ってデザイナーとして仕事してるんです。これでも結構売れっ子なんですよ。仮に本当だったとしても別に関係ないんだから。妹のものは私のものだし、これは正当な財産分与なんだからね。じゃあ警察でそう主張すればいいじゃないですかね。警察？何意味不明なこと言ってんのよ。何かあった時のために兄に渡してた合鍵を盗んだんですよね。つまり盗んだ鍵で勝手に私の部屋に入って私のものを全部捨てたと。あと勝手に兄の通帳とか家に置いていた現金とかも持ち出したんでしょ。普通に全部犯罪ですよね。違うわ、財産分与よ。これは全部正当な権利なの。それで全部押し通せると思ってます？まあお姉さんの知能レベルで財産分与なんて言葉は出てこないでしょうし、どうせ浮気相手から変なこと吹き込まれたとかでしょ。私も兄もしっかり警察に被害届提出しますからね。あと勝手に捨てちゃった私の家財は弁償してもらえますから。家具も全部高級品だったんですから、最低でも500万は覚悟しといてください。いやいや冗談よね、そんなの払えるわけないじゃないの。あと兄も勝手に持ち出した貯金や現金だけじゃなく慰謝料も請求するそうですよ。浮気してたんだし当然ですよね。今も一緒にいるんじゃないですか？そしてそのままここで一緒に暮らすつもりだったんでしょ。本当に気持ち悪いんですけど。慰謝料とかおかしいでしょ。そんなの財産分与でチャラなんだからね。まだ言うんですか？だったら警察や弁護士にそう主張してください。本当に全然会話にならないんで疲れました。まだ犬や猫の方がコミュニケーション取れるんですけど。は？姉を動物扱いする気？動物以下ですね。犬や猫は可愛いですが、あんたはひたすら醜いので、まずもう姉じゃないんで。今から一旦戻るから一度ちゃんと話し合いをしない？きっと話せばわかると思うのよ。戻ってくるんですか？別にいいですよ。ちなみに兄も来てますからね。ちょっと待って、まずは姉妹で話し合わない？だからもう姉妹じゃないので。帰ってこないなら部屋にある荷物全部捨てちゃいますけど。ちょっと待って、それはやめてよ、お願いよ。謝るからちゃんと部屋から出ていく。だから警察とか弁償は勘弁して。明日の朝には出ていくからさ。え、今日は私の部屋に泊まれると？そんなわけないでしょ。お姉さんじゃなくてゆかさんの今夜の宿は多分留置所ですね。ではさようなら。ちょっと待って、嘘よね。ねえ私を見捨てないでよ、お願いだから許して。
その後、観念して戻ってきた姉はすぐに兄に捕まり、そのまま警察へ引き渡されることになりました。私の家財の損害額は計算すると500万円以上に、さらに慰謝料100万円を上乗せして請求しました。兄も優香本人と浮気相手にそれぞれ200万円を請求。その支払いのためにヤバいところからお金を借りてしまったそうで、今ではホームレス状態で逃げ回っているんだとか。あんたの新築一軒家には妹一家を住まわせるから。お母さん何をおっしゃってるんですか？来週には完成するんでしょ？そうですけど。うちの娘の里美夫婦が住むことになったからよろしく。話が全然見えません。あなたは誰と結婚したの？健太さんです。そう、健太はうちの長男。長男は実家で同居と相場は決まっているの。え、私たちが実家で同居しろってことですか？そうよ。ちょっと待ってください。里美さん夫婦はそちらで同居中なんですよね？だから何？ではそのままでいいのでは？だから里美は長男じゃないでしょ。長男とその嫁は同居して親の面倒を見るべきなのよ。ではなぜ今になってそれを言うのですか？うちは大金払って家を建てたんですよ。昨日思いついたから。そんなの勝手すぎますって。私たちだっていろいろと考えてることがあるのに。里美たちも乗り気だから。里美さん夫婦が新築の家に住むのでしたら、建築費用は里美さんたちで払っていただけるんですよね？そんなわけないじゃない。支払いは長男夫婦の仕事でしょ。長男の負担えぐすぎません？それが長男と結婚したあなたの責任なの。最初同居の話になった時お母さん言いましたよね。こんな女より里美と暮らしたいから同居はしないって。そうだったかしら。はっきり言いました。今はその可愛い里美に新築のお家をプレゼントしたいの。そうすれば私もしょっちゅう泊まりに行けるし。プレゼントって私たちが建てた家なんですけど。ケチくさいこと言うんじゃない。とにかく勝手に話を進められては困ります。里美さんにも引っ越しは中止するように伝えてください。それが今別々に住んでいるのよ。どうしてですか？あなたたちと同居するためにお父さんがリフォームするって言い出してね。小さなアパートに離れて暮らしてるの。まだ実家に住むとは言ってませんけど。これは決定事項よ。そっちの新築の完成がもう少し早ければ里美たちも余計なお金を使わずに済んだのに、あんたらがちんたらしてるから。私たちのせいですか？とにかくアパートから直接引っ越しすることになるから、当日は手伝いよろしくね。お母さん本当に話が通じなさすぎて困ります。私たちが建てた家なので私たちが住むんです。いいえ、長男夫婦は実家に住むの。そして新築は妹夫婦にあげる。これで話はおしまい。いやいやいや、これ以上騒ぎ立てたら建築中の家ぶっ壊してやるから。言ってることがめちゃくちゃです。里美さんたちの家と思っているのに壊すなんて。ああそうだった、私たらおっちょこちょい。とにかく健太と話をしてから再度連絡しますので。私はエマ、36歳の兼業主婦です。姑の静江は夫の妹である里美さんを溺愛しており、ことあるごとに私と比べます。今回のこともおそらく里美さんが新築羨ましいなどと言ったのでしょう。このことは夫にも相談して義母へ抗議してもらったのですが、全く聞く耳を持たずボケたふりまでする始末。実は私と夫と義父にはある計画があったのですが、この段階では義母に明かすことができなかったのです。そうこうしている間に義妹夫婦と姑は引っ越しを強行してしまうのでした。1週間後。引っ越し完了よ。どうやって中に入ったんです？まだ施工業者がいて作業してたから簡単に入れたわ。ありえないんですが。さ、あなたたちもさっさと実家へ引っ越してきなさい。そこの賃貸マンションも早く出なきゃならないでしょ。ここは今月末まで借りてるからまだ大丈夫なんですけど。お母さん、これはちょっとやりすぎじゃないですか？私は世の中の常識通りに我が家の秩序を正しただけ。長男夫婦は実家で同居、娘は家を出る、たったそれだけのことじゃない？結果的に里美さん夫婦はただで新築を手に入れたことになりますよね。これは納得いきませんよ。あんたらは実家に帰れば家賃なしで暮らせるのよ。多少のローンぐらい払ってやりなさい。可愛い妹のためなんだから。
夫も全く納得していません。何度も連絡ありましたよね。あの子は昔からこううるさいのよ。なぜそんなにもご実家での同居を望まれるんですか。あんたを新築で優雅に暮らすお気楽な主婦にしたくないからよ。え、あんたは実家で奴隷、家事と介護全部やりなさい。何ですかそれ。里美に家事をさせるのはかわいそうじゃない。でもあんたならいくらこき使ってもいいでしょ。私もそろそろ楽がしたいの。同居の目的ってそれですか。そうよ。私は家政婦じゃありません。仕事だってしてるし、仮に同居したとしても全ての家事をするつもりはありませんが。あんたは嫁という立場が全く分かってない。お母さんこそいつの時代の価値観で嫁というものを語っているんですか。いい、嫁ってのはね、姑の言うことに逆らわず、言われたことは全部完璧にやるの。それが嫁本来の姿なの。最近の子は無駄に自己主張ばかり強くて困るわ。とてもじゃないけどついていけません。あなたの意見はどうでもいい。奴隷は口答えしないでしょ。同居は受け入れるつもりでしたが、奴隷とかそういうことをおっしゃるなら話は別です。断固拒否します。あら、もう新築のお家は里見に取られて住めないのよ。その賃貸だって出なきゃならないのにどうする気。ご心配なく、私にも考えがありますから。いいからおとなしく同居してさっさとうちのことをやりなさい。嫌です。なんて嫁かしら。ったく、こんな女と結婚するなんて健太も困った子だわ。ほんと、こんな母親から生まれたなんて健太さんたらかわいそう。今の発言許さないわよ。私だって許しませんから。住むところなくなって泣きついてきたって知らないから。お母さんに泣きつくくらいだったら河川敷にでも住みます。このクソ嫁、覚えてろ。翌日。どういうことなの。どうもこうもやるべきことをやったまでです。里美が泣きながら電話してきたの。警察が来て出ていくように言われたって。住居侵入罪と不動産侵奪罪ですから。何よそれ。人の家に勝手に入って占拠したんですから立派な犯罪です。里美は家族よ。罪には問われないんじゃないの。罪には問われますが刑罰がないだけです。それに不動産侵奪罪の場合は親族だと刑は免除されますが、別居の妹は対象になりません。よって里美さんたちはアウト。里美はどうなったの。警察に連れて行かれましたよ。なんてことしてくれたのよ。でもこれを計画して共謀したのはお母さんなので、そろそろ警察がお話を聞きに来る頃かも。私も。そりゃそうでしょう。里美さんも名前を出すと思いますし。私は関係ないわよね。里美が勝手にやったことよ。まさか愛しの娘さんを売るとは。あなたも証言して、姑は関係ありませんって。嫌です。関係大ありなので。里美夫婦が新築に住む話はなしにするから、仲直りしましょう。同居だってしなくていいわ。あなたたちが新築に住めばいい。お母さんの許可をいただく必要はありません。私たちもリフォーム工事が終わったらおとなしく元の家に戻るわ。里美たちも一緒に。それでいいでしょ。その実家さら地になってますよ。は？お母さんがアパート暮らししている間に取り壊したんです。誰が。お父さんです。なんで。もういらないから。意味がわからない。その家を売って私たちが建てた新築に一緒に住む予定だったんですよ。そうなの。お母さんに言わなかったのは、家の間取りや内装に口を出すから黙っていた方がいいってお父さんがおっしゃって、それに驚かせてあげたいという思いもあったみたいです。まあ嬉しいといえば嬉しいけど。でもそれももう叶いませんね。なぜよ。家は完成したんだから一緒に住みましょう。里美たちはどっかの家でも借りさせたらいいわ。どこまでも自分が一番なんですね。あんなに里美里美って言ってたのに。外を決まったら引っ越しね。里美たちの荷物をさっさと出さないと。だからさっきから言ってるでしょ、一緒には住みませんって。どうしてよ。お父さん離婚するそうです。誰と。お母さんしかいないでしょ。どうして。今回のことが決定打にはなったみたいですけど、前から人を見下したりする態度が耐えられなかったようですね。
見下すも何も、あの男は大した給料も稼げない底辺の男だったのよ。仕方ないじゃない。ほら、そういうところですよ。それを本人に言っちゃうでしょ。言わなきゃ気づかないからよ。もう老後は穏やかに文句言われず過ごしたいそうです。この年で離婚？笑わせるんじゃないわよ。お母さんがこんなことさえしなければ新築の家でゆっくり老後を過ごせたのに。私はどうすればいいのよ。さあ、家を取り壊して土地を売ったならお金が入ってるはずよね。そのお金でうちの家を建てました。え？同居するなら俺も出すと言って、お父さんが半分の2000万を出してくれました。残りはローンを組んでます。じゃあ私もその家に住む権利はあるはずよ。財産分与は現金でするとおっしゃってましたよ。本当に追い出す気なの？私も奴隷にはなりたくないですし、家事は私がするから。ちょっとにわかには信じられないですよね。喉元過ぎれば暑さを忘れるって言葉もありますし、今さら働いて一人暮らしなんて無理。そういう高齢者の方はたくさんいらっしゃいますよ。私はお友達とランチ行ったりお茶したり、そういう老後がいいの。そういう老後を与えてくれたお父さんをバカにするからこんなことになるんですよ。そんな、しかも自分の都合で動いて勝手なことばかりして、夫や私に迷惑かけて謝罪の一言もなしですか？あ、ごめんなさい。だから許して。私も今までは距離を置いていて、見えなかったお母さんの真っ黒な部分が見れて、ある意味良かったと思ってます。同居してたらと思うとゾッとします。黒いなら白くするから。黒は黒なんです。白にはなりません。そういえばお父さんがいない。うちのマンションにいます。逃げたの？私とお母さんの LINE のやり取りを見たら、顔を見るのも嫌になったと。なんで見せるのよ。人に見せられない LINE なんかしない方がいいですよ。常に流出の危険にさらされていると思って使いましょうね。こんな狭いアパートで一人。年金とパートでどうにかやっていけるでしょ。優雅な老後頑張ってください。見捨てないで。私たち里美さん夫婦の荷物を送り返すので忙しいんです。私も手伝うわ。いえいえ、お母さんはこれからの人生の準備でお忙しいでしょうから、お気になさらず。そんなこと言わないで。私暇よ。離婚は弁護士を通すそうです。こんな終わり方は嫌よ。後日談。里美さん夫婦は住居侵入と不動産侵奪の罪で逮捕されました。義母は夫から見て直系血族にあたり、刑罰は免除されるため厳重注意で済んだとのこと。しばらくして義母と義父の離婚が成立。そのままアパートに残り、清掃のパートに出ているとか。お友達とのランチに行く暇もなく、オフィスビルで清掃に追われる毎日。これが夫や嫁を邪険に扱った女の慣れの果てなのですね。非常に勉強になりました。新しい家で義父は庭いじりを楽しんでいます。早く孫を見せてあげたいですね。あなた耳が聞こえないんですって？みっともない母親がいるとうちの子の教育に悪いから、この町から出てって。何ですか急に。私に聴覚障害があるのと子供の教育は関係ないですよね。だって手話とか使うでしょ。子供たちが真似したら嫌じゃない。手話できると楽しいですよ。いろんな人とコミュニケーションが取れるようになりますよ。でもそばで手をバタバタさせているなんて薄気味悪いわよ。は？何言ってんですか。あら、耳だけじゃなくておつむも悪いのかしら。それに私は手話も使いますが、会話もしますよ。さっきさゆみさんとおしゃべりしたじゃないですか。それよそれ、すっかり騙されたわよ。聞こえないくせになんで喋ってんの。気味が悪い。ひどい言いようですね。私は後天性の聴覚障害なので、10代までは耳が聞こえていましたから、普通に喋れるんです。相手の言っていることは口の動きでわかりますし。は？じゃあ何？私の口をじっと見てたってこと？キモ。そんな言い方しないでください。それって離れてる人が会話してる内容がわかるってことよね。プライバシーの侵害じゃない。そんなことしません。自分と会話している相手の内容しか見ないようにしています。いつも他人の会話の内容を盗み見してんのね。このことは他のママさんたちにも知らせとくわ。だからやってません。
これからはお迎えに行くときとかは全員マスクしてもらうようにするわ。そうすれば読み取られないわよね。やめてください。そんなことされると私が会話できなくなります。あら、最初から会話なんかしてないでしょ。会話っていうのはね、声に出して話をすることでしょ。だから声に出してるじゃないですか。聞き取れないだけです。じゃあ聞き取れるようになったらおしゃべりしましょうよ。それができないならどっかよさへ行ってよ。そんな、娘のさくらは学校が大好きで毎日楽しみにしているんです。かおりちゃんとも仲良しですし。だから困るんじゃない。さくらちゃんだって手話使うんでしょ。私とお話しするときに手話を使うことがありますけど。子供同士で会話するときに手話を使ってるかもしれないわ。それをうちの香織が覚えたらどうすんのよ。覚えてくれたら私も香織ちゃんともっとたくさんお話ができるようになりますよね。やめてよ。うちの子はね、健常者なの。あんたとは違うんだから真似してほしくない。どうしてですか。手話使ったら勘違いされて意地悪されるかもしれないでしょ。どう責任取ってくれんのよ。あの、そんなことないと思いますけど。わかんないわよ、そんなこと。それとも絶対にないって保証できる。保証なんてできませんが。私はね、自分の子供をおかしなものに関わらせたくないの。早くこの町から出てってちょうだい。そんな。私の名前は陽子、36歳。在宅のフリーワーカーとして文章を書く仕事をしています。私は高校生の時に病気で耳が聞こえなくなってしまいました。いろいろ検査や治療もしましたが、聴力は戻らず人との会話ができなくなってすごいショックでした。その後、相手の口の動きを読み取る口話法や手話を必死で学び、今ではいろんな人と会話をすることができます。私は声に出して返事ができるため、聞こえていないことに気づかない人がたまにいるのですが、でも騙しているわけではありません。 LINE のお相手さゆみさんは娘の通う小学校の PTA 会長です。教育熱心で発言力もあるのですが、とても些細なことでも自分に都合の悪いことはすぐに要求をしていくので、先生方含め周りの方がとても大変そうです。私はあまり関わらないようにしていたのですが、娘同士が仲がいいためなかなかそうもいかないようです。そしてさゆみさんはさらにとんでもない暴走をしていったのです。一体いつになったら引っ越すのよ。うちは引っ越しませんけど。そんなの困んのよ。香織にさくらちゃんと遊ばないように言ってあんのに、学校では仲良くしてるみたいなの、どうしてくれんのよ。それは子供同士のことですし、仲がいいお友達同士なのに遊ぶなという方がかわいそうじゃないですか。香織は私の言うことちゃんと守るいい子なのよ。だからきっとさくらちゃんが無理やり香織にちょっかい出してるに違いないわ。無理やりだなんて。あなたが早く引っ越さないのがいけないのよ。さっさとこの町から出てって。そんなこと言われても、家は3年前に買ったばかりでローンもありますし。そんなの現金で払えばいいじゃない。は？家なんか5000万くらいでしょ。あら、もしかしてそのくらいの現金もないのかしら。家は5000万もしませんし、それだけの現金はありません。でもあったとしても家が引っ越さないといけない理由はないはずです。障害者だから貧乏なのね。目障りなの。どこかいなくなってちょうだい。そんな、障害と貧乏は関係ないです。それに何もさゆみさんにご迷惑をかけていないじゃないですか。迷惑だらけでしょ。だからね、学校に PTA として要望書出しといたわ。え？教育的にふさわしくない親がいるから別の学校へ転校してほしいって書いて出しといた。そんな。あなたがこの町から出ていかないからいけないのよ。何もそこまでしなくても。それに PTA 名義で要望書を出したって言いましたけど、会員の皆さんの許可は取ってあるんですか？あら、だって私は PTA 会長だもの。私が何でも決めていいの。そんなことも知らないの？そんな。私はね、長男の時からずっと PTA 会長を続けていて、今年で5年目なの。私の言うことは絶対なのよ。先生たちだって私の言うことに従うんだから。そんなのおかしいと思います。何がおかしいの？耳が聞こえないあなたの方がよっぽどおかしいわよ。子供たちの健全な発達に寄与するのが PTA の役割なのよ。健全でもないものは排除しないとね。こんなのひどすぎます。学校から追い出されるのが嫌なら早いとこどっかに引っ越しなさいよ。あんた、なんてことしてくれたのよ。あんたのせいで私 PTA 会長辞めさせられたじゃない。
あ、それはおめでとうございます。勝手に PTA 総会なんか開きやがって、せっかく5年も会長をやってたのに、なんで私が辞めないとなんないのよ。そりゃ会員を無視して無断で PTA の名前を使って要望書なんか出したらみんなが怒りますよね。何言ってんのよ。私はね、子供たちのためにやってきたのよ。健全な学校を作るために親としてやれることは何でもするべきでしょ。確かに子供のためにいい環境を作ることを先生任せにしないで PTA が一緒に協力することはとても大事だと思います。そうでしょ。だから頑張ってきたんじゃない。でもさゆみさんのは子供たちのためじゃなくてご自分のためじゃないんですか。は？どういうこと。みんなに自分の言うことを聞かせて威張りたかっただけですよね。それは、まあ今は保護者の皆さんも仕事をしていて PTA 会長を引き受けられる方がなかなかいませんよね。だからさゆみさんのように自分からやりたい方がいてくださるのは助かりますけど、それをいいことにさゆみさんが PTA を私物化して困ると感じている会員さんが多かったってことですよね。 PTA を嫌がる親たちが悪いんでしょ。私は何も悪くないわよ。確かにそれも一理あります。私もこれまで PTA 活動に積極的ではありませんでしたから、5年間活動してきてくださったことはとても感謝しています。ほら、私はね、みんなから感謝されることはあれ、悪いことなんか何一つしてないのよ。でも気に入らない先生を移動させるように働きかけたり、挙句うちの子を転校させようとするのはやりすぎです。なんでよ。健全な環境を作るためよ。インクルージョンって聞いたことありませんか。インクルージョン、何それ。新しいスイーツ。違いますよ。文科省でも推進しているインクルーシブ教育のことです。誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会のことです。は？障害などに関係なく誰もが共に生きる社会を目指しているんです。何かが人と違うからといってそこから追い出したりしないでください。やだそんなの。うちの子には変な人と関わってほしくないのよ。あんたみたいな障害者とか貧乏人とかそばにいてほしくないの。ゾッとするわ。私の方がゾッとしますよ。まさかさゆみさんのような方がこの時代に生き残っていたとは。絶滅危惧種のオラウータンに出会った気分です。何よその言い方。ああ、オラウータンに失礼でしたね。今は障害があっても個性や能力を生かして社会で活躍するチャンスはいくらでもあるんです。インターネットの発達で誰もが簡単に世界中とつながれるようになったこの時代に多様なものを受け入れない人がいたとは驚きです。何よ偉そうに。でもね、耳の聞こえないあんたなんて結局は社会のお荷物じゃない。私はちゃんと仕事してますよ。英語を使って海外企業の仕事をしているんです。翻訳をしたり日本の情報発信の記事を書いたりしているんですよ。え？海外と？そんなことできんの？その人たちに合ったやり方を見つければいくらでも社会で活躍できるんですよ。そんなことも知らないんですか？子供が小学校に上がってからは海外のインクルーシブ教育を調べたブログも始めています。後でアドレスを送るのでよかったら読んでください。でもここは日本よ。だからこそ小さいうちからいろいろ多様なものに触れていた方が柔軟性が養えるじゃないですか。それと今回のことご主人にお伝えしました。え？なんで夫に？さゆみさんのやったことに困って学校や教育委員会に相談したんです。そしたら教育委員会で対応してくれたのがさゆみさんのご主人でした。なんでそんなとこに行くのよ。余計なことしやがって。すみません、ライターの修正ですね。取材も兼ねて動いちゃいました。でももうびっくりですよ。まさかご主人が教育委員会にいるとは。それはその、すごく驚いてましたよ。以前先生を強引に移動させようとしてご主人から相当怒られたんですって。あの時はちょっとした誤解で。もう二度と余計なことをしないと約束されていますよね。なのにまた問題を起こして。あの、私夫から何も聞かされてないけど。ご主人こちらが恐縮するほど謝っていらっしゃいましたよ。その時もうあいつとはやっていけないってつぶやいていましたので、何か考えているんじゃないですかね。まずい、今度何かしたら離婚って言われてたのよ。あら、それは大変ですね。どうしよう、離婚されたらどうやって生活していけばいいのよ。働けばいいだけですよ。
いやよ、働いたことなんかないもの。大丈夫です。私も働いていますから。違うの。働くのが嫌なの。誰かに命令されて仕事するなんて真っ平なのよ。ねえ、お願いだから私と一緒に夫に謝ってくれない？はい？嫌ですよ、そんなの。お願いよ。そんなこと言わないでよ。ママ友でしょ。離婚されたら生きていけない。私を助けて。その後、さゆみさんはご主人に離婚され、子供を置いて実家に戻りました。今は高齢で耳が聞こえなくなったお父さんの介護をしているのですが、とても大変な様子です。かおりちゃんは今も娘のさくらと大の仲良しで、家にもよく遊びに来てくれます。最近では私に手話で挨拶をしてくれるようになりました。 PTA はさゆみさんがいなくなり、これまで副会長だった方が会長になりました。私も役員になり、他のママさんたちと仲良くなりました。バザーや体育祭の手伝いなど、仕事と両立しながらの活動は大変な時もありますが、子供たちの健全な発達のために頑張りたいと思っています。皆さんのところの PTA はどんな活動をしていますか？よかったら教えてくださいね。ヨータ、とうとう3人目ができたわよ。え、3人目？赤ちゃんよ、赤ちゃん。私妊娠したの。何ヶ月だって？3ヶ月ですって。やばい、嬉しい。ってなんでヨータは喜ばないわけ？いや、なんかおかしいなと思って。何が？俺が出張から帰ったのは1ヶ月前だろ。子供ができるようなことをしたっけ？はぁ、忘れたの？え、長期出張中でも月に一度は帰ってきてたでしょ。その時にあなたの方から求めたんじゃない？本当に？覚えてないなんて呆れた。でも仕方ないわね、あなた酔ってたもの。最近禁酒してるんだけど。忘れたからって言い訳しないでよね。南がそこまで言うなら俺が忘れてたんだな。ごめん、最近ちょっと体の調子もおかしいんだ。あなたの調子はどうだっていいから、とりあえず3人目を喜んでよ。ああ、うん、嬉しいよ。また可愛い子を産んでくれ。私の子なんだから可愛くて当然よ。上の子2人も南にだもんな。ゆうやはイケメンになるだろうし、みよりも美人さんになるかと思うと、パパはそわそわしちゃうよ。末っ子ちゃんの性別が気になるわね。ま、どっちだとしてもきっとまた私になる気がする。それはそれで嬉しいけど、一人くらい俺に似てくれたらいいのに。性格が優しいところはみんな陽太によ。そうだといいな。私は妊婦で生活が大変になるから、しっかりフォローしてよね。うん、頑張るよ。あ、でも前みたいなのはちょっときついかな。前みたいなのって？妊婦だから好きなものが欲しいって、あの時50万円くらい使ったよね。貯金があるんだからいいじゃないの。でもまた一人増えるんだし、子供たちのために残しておかないと。それはヨータがもっと頑張って稼いできてくれたらいいでしょ。それもそうなんだけどさ、こっちは産むのに命かけてんの。大仕事なのよ。うん、分かってる。すごく感謝しているよ、俺にこんな宝物を与えてくれて。でしょ。そしたら50万なんて安いもんじゃない。まあ、みなみが快適に過ごせるように努力はするよ。はいはい、よろしくね。でも、俺も調子が悪い時はごめん。ああ、なんか体が良くないって言ってたけど。まだ病院には行ってないんだ。悪化したら検査に行ってくるよ。そう。なんか嫌な予感がするから、もし迷惑をかけたらごめん。迷惑はかけられたくないから、なんとか頑張って。うん、まあただの予感だよ。俺はヨータ、35歳の会社員です。妻のミナミとは5年前に結婚しました。俺は普段から優柔不断で、プロポーズも迷っていたのですが、ミナミが子供を授かったおかげで次に進むことができました。でも本当は結婚してからと思っていたのですが、俺にイライラした神様が急がせたのかもしれません。3人目も欲しいとは思っていましたが、こんなに早くできるとは。嬉しさと混乱が入り混じった気持ちです。酔っていたとしても、こんな大事なことを忘れるでしょうか。俺はこの後、悲劇が起こることも知らずに、のうのうとしていたのです。2週間後。本当にありえない。ふざけないでよ。女舐めてるでしょ。みなみ、落ち着いてくれ。妊娠中はただでさえ精神が不安定になるのに、浮気をするなんて。浮気なんてしてないよ。してるでしょ。病院で検査した結果が梅毒って、誰かからもらってきたに違いないわ。俺も驚いたよ。
体調不良の原因が性病だったなんて。でも本当に浮気はしてないんだ。だから南も検査した方がいい。私から移ったって言いたいの？それしかありえないんだ。私は何の症状もないわ。人のせいにしないで。無症状の人もいるらしいから検査してくれ。しつこい。いい加減にして。出張先でも知らない女とたくさんしたんでしょ。してないって。よくあるわよね、嫁が妊娠中に浮気する男。クズだわ本当。どうして俺の話を信じてくれないんだ。怪しいと思ってたのよ。3人目ができたことも全然喜ばないし、もう私のことどうでもいいんでしょ。嬉しかったさ。また家族が増えて楽しくなるって思ってた。どうして性病になったくらいで浮気と決めつけるんだ。言っとくけど、夜のお店だって浮気に入るんだからね。そんなところも行ってない。仕事が終わったら毎日まっすぐ帰ってきてるだろ。逆にちょくちょくいなくなるのは南の方だ。もういいわ、言い訳ばっかりで話を聞く気にもならない。離婚しましょう。そんな。子供たちは私が育てる。代わりにちゃんと養育費を毎月払ってよね。待ってくれ、考え直してくれよ。浮気の慰謝料もたんまりもらうから。私はあなたを絶対に許さない。浮気をした証拠はどこにある？一度頭を冷やしてくれ。頭を冷やすのはそっちでしょ。お金を払いたくないからって証拠がないとか言い出すなんて、めめしい人ね。俺は離婚に同意しない。お前も子供たちも大事な家族だ。大事な家族を裏切ったのは誰？離婚に応じないなら裁判でもしようかしらね。そんな大ごとにするんじゃなくて一度話し合おう。今から帰るから。いいえ結構、帰ってこないで。鍵は変えておきますから。おいおい、あなたが何を言っても無駄。私たちはもう終わりよ。1ヶ月後。いつまで離婚嫌がってるの？私は早く新生活を始めたいんだけど。ああ、離婚しよう。よかった、やっと分かってくれたのね。自分の愚かさにやっと気づいたよ。浮気も認めるってことね。いいや、認めるのはそっちだ。は？お前、ずっと浮気してたんだろ。ゆうや、みおり、それに今お腹にいる子は3人とも俺の子じゃない。何言ってるの？正真正銘あなたの子よ。なら検査をしたいんだが、いいか？いやよ、どうしてそんなこと。家族を疑うなんてひどいわ。今さら何を言ってるんだよ。私はあなたとしかしてない。だから3人ともあなたの子供。似てないのは全員私に似てしまうからよ。私の遺伝子は濃くて強いの。キリがないからもう言う。俺無精子病だったんだ。え？どういうこと？それはこっちが聞きたい。どうして無精子病の俺に子供ができるんだ？さあ、ちゃんと検査はしたの？もちろん、性病のことで検査した時に発覚したんだ。お医者さんの間違いじゃない？なわけないだろ。3人目の子を妊娠したタイミングだってやっぱりおかしかったんだ。俺は記憶を失ったりしてない。ちょっと待って、落ち着いてよ。落ち着いていられるか。1ヶ月前、俺の無精子病が発覚してから更新所に頼んでお前のことを調べさせてもらったよ。え？まず、ゆうやとみよりの父親は別の男だ。過去のことを調べるのは難しかったから憶測でしかないが、ゆうやの父親はただの遊び相手ですぐ別れたんだろう。というよりワンナイト。なんてやつだ。だって向こうがルフィなしがいいって言うから。そんな話聞きたくない。そしてみよりの父親は現在も付き合いがあるんだろ。どこまで調べてるの？調べられるだけ調べたよ。みよりの父親の名前は赤塚さんというらしいな。そこまで探るなんて最低。赤塚さんと話をした。え？会ったの？昨日会ってきたよ。赤塚さんはお前と結婚していると言って逆に俺を浮気相手扱いしてきたよ。それは戸籍を確認したらちゃんと俺とは籍を入れていた。つまり赤塚さんを騙していたんだな。一緒に書類を見て口をあんぐりとさせていたよ。赤塚さんにバレちゃったの？当たり前だろ。身揺れの上に兄がいることは知らせてなかったみたいだな。赤塚さんが初めての相手って言ったし、ゆうやの存在を明かすわけにはいかなくて。っていうかどうやって生活してたんだ？身寄りはこっちに住んでいたし、赤塚さんは不審がらなかったのか？赤塚さんは夜勤だから昼間はずっと寝てるの。みおりは保育園とか行っとけばいいし、たまにお出かけするときに会わせていたのよ。みおりにはなんて説明した？あの子は俺に何も言わなかったけど。ひょうたはパパで、赤塚さんはお父さんって呼ばせてた。まだ3歳だからパパとお父さんが別のものだと思ってるみたい。みおりにはパパにお父さんの話をしちゃダメだよって。
逆に赤塚さんには俺の話をしないように言い聞かせてたわけか。最低の母親だな。どうしてこんな手の込んだことをするんだよ。さっさと俺と別れて赤塚さんと席を入れたらよかっただろう。夜勤って全然稼げないんだもん。窮屈な暮らししかできない。だから稼ぎのいいあなたといたの。要は金目当てか。でもこれ以上ごまかせないから、これを機にあなたを有責ってことで離婚しようと思ったのよ。赤塚さんと再婚するつもりだったのか。そうよ、あなたの養育費と慰謝料で生活していけるし。ゆうやはどうなる。赤塚さんは長男の存在を知らない。里親に出せばいいかなって。はあ？それかゆうやだけあげるって言えば、あなた喜んで引き取ったでしょ。自分の子供なんだと思ってるんだよ。生きていればそれでいいじゃない。呆れた。お前には遠慮なく制裁を受けてもらう。勘弁してよ。赤塚さんにバレただけでも最悪の状況なのに。私あの人に本気だったのよ。俺と赤塚さんからは浮気の慰謝料を請求することにしたよ。いくら？俺は200万。これは弁護士と話し合った結果だ。赤塚さんも同じくらいじゃないかな。勘弁してよ、そんなの無理。あともちろん養育費を払ってもらう。無理無理。ゆうやは俺が引き取る。血は繋がってないが、5年間一緒に生活してきた大切な息子だ。身寄りは赤塚さんと話し合ってから決める。誰が引き取るのでもいいけど、養育費なんて払えないよ。私働いてないから。働けばいいだろ。妊婦よ。そうだ、3人目は一体誰の子なんだ。さあ、わかんない。赤塚さんともしてたけど、ナンパしてきた人たちともしたから。マジで最低だな。本当に人間か。ヨータの優しさはどこに行っちゃったの。甘くすることだけが優しさじゃないぞ。でも私は妊婦よ、甘くしてもらわないと困る。とりあえずお母さんに連絡してお前を保護してもらう。お腹の子も不幸になってほしくないからな。ママに言うの？やめてよ。感動されたらどうすんの。されたらされたで自分でどうにかしろ。お願い、これからも私と一緒にいて。浮気はもうしない、絶対に。赤塚さんとも別れるから。赤塚さんの方が願い下げだろ。ヨタは？もちろん俺も願い下げ。今までうまくいってたのに、どうしてこうなるのよ。後日、それからすぐに南との離婚が成立。彼女には伝えた通り、慰謝料と養育費を請求することとなりました。住む場所がなくなり、実家に帰ったそうですが、母親は口を聞いてくれないのだとか。お腹の子が生まれたら、追い出されるんじゃないですかね。身寄りについて、赤塚さんと話しました。赤塚さんの実の娘ですが、俺はどうしても、娘への愛情が忘れられず、引き取りたいと伝えました。すると赤塚さんは一緒に過ごした時間は陽太さんの方が長いからと俺に任せてくれることに。彼も相当悩んだと思います。だからこそ俺が幸せにしてあげなくちゃいけない。血はつながっていませんが本当の親子だと思っています。これからの生活何かと苦悩があると思いますが、絶対に優也と美織を幸せにします。おい千賀や、5万くれよ。父さん、一昨日2万渡しただろ。あんなの1時間で使ったわ。またパチンコ？いい加減ギャンブルはやめろよ。お前さ、誰がそこまで育ててやったと思ってるんだ。子持ちの女とガキを30年養ってやったんだぞ。俺もお父さんができて、母さんも大切な人に出会えて嬉しそうだったし、本当に幸せだったよ。だろ？だったら親孝行するのが当然の行動だよな。でも俺が高校卒業したら突然朝帰りしたり、母さんを傷つけ始めただろ。一応世間様にはお前が18になるまでいい顔しときたいからな。だからってなんで母さんを悲しませるんだ。だったら離婚したらいいだろ。でもしない、あいつは俺を愛してるからな。そんな話いいからさっさと金よこせ。父さんまだ現役で仕事してるじゃないか。このご時世なかなか給料も増えないんだ。それとも何か、もう50後半の親父にこれ以上働けって。それは俺に従わないとお前の嫁も娘も辛い思いするんだろうな。どういうことだ。
母さんみたいに心も体もズタズタにならないといいな。父さんには二人を会わせない。家にもあげない。お前はアホか。外に一歩出ればか弱い女と子供だ。簡単にな。あやめろよ。わかった。言うこと聞けば二人に何もしないんだよな。金は渡すから。じゃあ10万よろしく。倍になってるじゃないか。なんか文句あるのか。いや今回40万渡す。マジかよ。お前太っ腹だな。だから俺たちに関わるのはこれで終わりにしてほしい。しゃあねえな。まあ40万あれば競馬でドンと当てれば余裕か。またギャンブルか。頼むから約束は守ってくれ。それと母さんにももう手を出さないって約束してほしい。はい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 、分かったよ。とりあえず17時までには振り込んでくれよ。今日一でかいレースがあるからな。自分のことしか考えてないクズとは彼のことだろう。なぜ俺が40万ものお金をあのゲス男に渡したかというと、明日から数ヶ月アメリカに単身赴任するからです。俺がいないことを知れば奴は何をするかわからない。だから多く渡して関わらないでもらう必要があります。頼むから俺がいない間何も起こらないでくれ。俺の名前は千賀。営業の仕事をしている37歳です。8年前に妻の千夏と結婚し、現在は7歳の娘花と3人で暮らしています。俺には実の母と再婚をした父がいるのですが、見ての通りこの父が困った人で、何かと厄介事を持ち込んできます。その父が2年ほど前から俺に毎月お金の無心をしてくるようになりました。理由はギャンブル。それを止めない母もどうかと思いますが、母は気が弱くいつも父に怯えています。なんとかせねばと思っていた矢先の海外赴任、心配しかありません。結局赴任先の経営状態が悪く、忙しさから連休も取れず帰国できないでいたのです。そして会社に家族を名乗る人物から、妻と子供のスマホが壊れたから連絡できないと電話が来て心配していたのですが、それが的中してしまったのです。しかも最悪な状態で。1ヶ月半後。パパ。あ、花なのか。そうだよ、やっとパパと話せた。電話できないって聞いて心配してたんだ。花は今夏休みだよな。うん、そうだよ。パパいつ帰ってくる。早く帰ってきて。お仕事が大変で、花があと10回くらいいい子にねんねしたら帰れると思うよ。ダメ、今すぐに来て。どうした、何かあったか。お金なくてご飯食べられないから、ママが倒れたの、助けて。どういうことだ、それは本当なのか。うん、ママね、いつもご飯これしかないから花だけ食べなさいって言って花に全部くれるの。そしたらママが。花、スマホは直ったのか。電話できる。できない。ジージがね、ママと花のスマホ壊したの。どういうことだ、パパは落として壊れたって聞いたぞ。ジージが毎日家に来るの。パパはもう知らない女の人といるから花とママはいらないって言われた。そんなの嘘だよね。嘘に決まってる。パパにとって花とママは誰よりも大切なんだ。パパを信じてよかった。スマホがないってことはどうやってパパに LINE してるんだ。パパのお部屋にあるパソコン使ってる。パパが使い方を教えてくれたからできた。そうだったのか、偉いぞ。お家の電話は使えるか。それもジージが持って行ったの。そうか、家にお金は1円もないのか。うん、パパからもらうお金はジージに渡さないといけないの。家にあるお金も持って行っちゃった。マジかよ、あの親父。花は痛いところとかないか。うん、大丈夫、花強いから。よかった、パパが絶対助けるからな。これから救急車がお家に行くから、救急車の人が来たら家の鍵開けてくれる。うん。いいか、鍵を開けていいのは救急車の人だけだよ。大丈夫だよ、花はもう7歳だからできる。偉いぞ。その人たちをママのところに連れて行ってあげてくれ。分かったよ。パパすぐ帰るから、それまで花がママを守ってくれ。うん、任せて。
帰ったらたくさんゲーしてやる。いい子いい子してやる。おひげジョリジョリは嫌だからね。ああ、ひげはツルツルピカピカにしてあるから安心しな。花いい子に待ってる。救急隊が家に駆けつけると、花は俺が言った通り鍵を開けて妻の元に隊員を連れてってくれたそうです。妻は真っ青な顔をして衰弱していたようですが、点滴を打ち10日ほどの入院が必要と連絡をもらいました。花の方も経過を見るために 2,3 日入院をするとのことです。我ながら本当にできた娘で心から安堵しました。そして俺は会社に家族が入院したことを伝え帰国しました。そして家に着くと、今回の状況を事細かく書いた妻のメモがありました。俺はあいつを許さない。帰国から2時間後。おい、クソ親父、今どこにいる？なんだ千賀や、帰国したのか？どこにいるか聞いてんだろ。なーに怒ってんだ。てか帰ってきたなら金くれよ。今そんな話してる暇ねえんだよ。お前、千夏や花には何もしないって言ったよな。何もしてねえだろ。てか父親に向かってお前ってなんだ。呼んでやってるだけマシだと思うよ。千夏たちに渡してた生活費20万をなんでお前がもらってる。あれは千夏ちゃんがくれたんだ。嘘つけ。千夏を脅してたんだろ。何の根拠があるんだよ。9月10日、お父さんが家に来てお金を催促してきた。千賀谷には内緒にしろと言われ2万渡した。あ、9月26日、またお父さんが催促しに来た。断ったらお母さんを連れてきて目の前でやめてと飛びついた花がぶたれた。私も手を出された。そして私と花のスマホが壊され、家電も壊された。怖い。何の話だ。10月1日、毎日お父さんが監視に来る。怖い。千賀谷からもらったお金を渡せと言われ20万渡した。言うことを聞かないとこの前みたいじゃ済まない。あの世行きにするとまで言われた。助けて。うぜえな、さっきからなんだよ。千夏が残した日記だよ。10月9日、家にご飯がなくなった。買い物に行こうとしたらお父さんに出るなと言われ殴られた。こんな顔じゃ出れない。花は学校が夏休みだから給食もない。ご飯食べさせなきゃ。そんなの書いてたのかよ。10月17日、助けて。このあと千夏は倒れた。ああ倒れたのか。まあ家に食い物なかったもんな。知っててこんなことをしたのか。千夏ちゃんが勝手に従って俺に有り金渡してきたのが悪いんだよ。お前のせいで千夏と花は。なんだ、あの世に行っちまったか。ちげえよ、入院したんだ。なんだよ、じゃあそれぐらいで騒ぐな。千夏は早くに両親を亡くして、母さんやクズなお前のことですら本当の親のように思ってたんだぞ。お前のアホな母親に似て、どんだお人よしを嫁にしたな。許さねえ、今から殴りに行くわ。おお、来てみろよ、100倍返ししてやっから。ほら家に来いや。やっぱりやめた。お前殴っても意味ねえから、無所にぶち込んでやる。そんなことできるのか。俺に逆らえず金を渡し続けてたお前に。それにそんなことしたらお前は全員犯罪者一家になるぞ。いいのか。ああいいよ、もうお前は身内じゃないからな。あ、ようやく母さんが別れる決心をしてくれた。あいつが俺を捨てるわけないだろ。ここ1年間俺と千夏で母さんに離婚するよう説得してた。でも母さんはあの人が怖いの一点張りで話すら聞いてくれなかった。お前そんなことしてやがったのか。でも千夏と花がお前のせいで入院したと知った時、やっと決心してくれたんだよ。離婚なんて認めない。俺は一生お前から金をむしり取って暮らすんだからな。どこまでも腐ったやつだな。言っておくが、母さんはすでに離婚届を出したよ。ありえない、俺は書いてないぞ。まさかお前ら偽造したな。犯罪だ。忘れたのかよ、俺が20歳の時
あんたが浮気して母さんに離婚届叩きつけただろ。もう17年も前じゃないか。母さんはそれをずっと持ってたんだ。本籍も住所も変わってないからすんなり出せたそうだよ。勝手なことしやがって。慰謝料も貯金も全部ぶんどってやる。それはぶんどられるの間違いだろ。なんで俺が取られるんだよ。母さんに何十年も手を挙げ続けただろ。そんなのあのアホ女が悪いんだろ。いつもグズグズしやがってイラつくんだよ。千夏や花にも手を出したんだろ。花のやつは俺に飛びかかってきたから突き飛ばした。ガキはよく飛ぶ。あとは他の人に喋ったらママがいなくなると言ってやった。てめえ、7歳の子に手を出して脅したのか。千夏ちゃんは顔が可愛いからな。愛人になるなら許すって言ったが断りやがったから足蹴りした。できることならお前をこの手で葬りたいよ。でもそんなことしたらお前と同じクズになるからな。じゃあ俺がお前を葬ってやるよ。保険金も千夏ちゃんから全額奪ってやろうかな。それは無理だな。あんたはこれから警察に連行される。お前警察呼びやがったのか。家にいるって言うからね。そっちに向かうようにしてもらった。アホだな。それを聞いて俺がおとなしく警察が来るのを待ってると思うか。俺は逃げる。アバよアホガキ。もう警察が家の前にいるけどな。ってもう見てないか。じゃあなクソ人間。後日談。この後案の定家の前に待機していた警察に逮捕されました。餌もないのに自ら罠にかかりに行くとはネズミ以下です。実は警察官の友人に頼んで今回の自宅前待機をお願いしました。単細胞のあいつは必ず出てくると思って。結局3人への傷害罪や保護責任者遺棄、スマホを壊した器物損壊などで実刑判決が下り無所行き決定しました。我が家から盗んだお金などは民事で請求できるよう弁護士に相談中です。母さんもあの人からの精神的苦痛などで慰謝料請求準備を進めています。幸い妻も娘も何事もなく退院できました。会社には事情を話し日本の会社に戻ってくることができて本当に良かったです。今は妻と娘と母の4人で新しい家に引っ越し楽しい毎日を送っています。明日は花の運動会、張り切って応援するぞ。僕がレナちゃんのために特別に個人レッスンをやってあげるよ。え、教授、こんな夜中にいきなり何ですか。このままだと単位が取れなくて落第だよ。落第は困ります。でも僕の家なら防音設備もあるしいつでもウェルカムだよ。なんなら今から僕の家に来ないか。今日はもう遅いですし教授のご迷惑になるかと。でも夜しか時間ないでしょ。レナちゃんはバイトで忙しいからね。のんきな他のお嬢様学生とは違ってフルートの練習時間が思うように取れないのは十分承知してるよ。はい。でもね、僕も一応この音大のトップ教授だし自分の門下生から落第生が出るなんてさすがにね。それにこれは僕の責任でもあるんだ。ごめんなさい、教授に指導していただいているのに私の成績が悪いから。そんな謝ることはないんだよ。レナちゃんには光る才能があるから頑張ればきっと次の実技試験では B 判定、ああいや A 判定だっていけるよ。ありがとうございます。でもいくら才能があってもやっぱりそれなりの指導と練習時間は必要になる。そうですよね。それに何より僕の口添えや加点がないと君は落第かもしれないよ。どういう意味ですか。実技試験の課題曲は他の学生も時間をかけて必死に練習するんだ。正直審査する側からすれば甲乙つけがたい演奏レベルにみんな仕上げてくる。じゃあ何で評価の結果に差がつくと思う。加点ですか。そう、日頃のレッスンに対する姿勢、音楽への熱意。実技試験の評価はその時の演奏だけじゃなくて審査する側のそういう心理的な加点が大きく結果を左右するんだよ。私は音楽に対する熱意は誰にも負けていないつもりです。もちろん僕は誰よりもレナちゃんのことを知っているよ。
ただ他の教授は知らないんだ。そんな。だからこそ僕の口添えや加点が必要なんだよ。僕も入学時から手塩にかけて育てた自分の門下生が落第だなんて残念すぎる。レナちゃんだって自分だけ4年に進級できないなんて嫌だろ。もちろんです。次の実技試験は勝負なんだよ。進級できるかどうかの。じゃあ私はどうすれば。だから僕が特別に個人レッスンを追加でやってあげるって言ったんだよ。お気持ちはありがたいんですけど、私レッスン料払えません。確か教授の個人レッスンって1時間で1万5000円ですよね。他の門下生はその値段だけど、レナちゃんは特別に5000円でいいよ。あの、いろいろ気を使っていただいてありがとうございます。でも私だけ特別にとか他の門下生にも悪いですし。そんなことレナちゃんは気にしなくてもいいんだよ。私自分でもっと練習頑張ってみます。だから今回の個人レッスンはお断りしてもよろしいですか。何言ってるんだ。もし落第してまたもう1年授業料払うなんてことになったらもっと大変だよ。それはそうですけど、今は少し無理してでも僕の個人レッスンを受けるんだね。はい、わかりました。よし、ならバイトの調整もあるだろうし、都合のいい日を近いうちに教えてくれ。僕がしっかり個人レッスンしてあげるからね。1週間後。レナちゃん、お疲れちゃん。川辺教授、こんばんは。レナちゃんとの個人レッスン早くしたいな。もしかして酔ってます？そんなことないよ。ただね、なかなかレナちゃんから連絡が来ないから待ちくたびれちゃったんだよ、僕ちゃん。そのことなんですけど、バイトのシフトがきっちり入っててレッスンしていただく時間がないんです。それ本当かな。嘘なんかついたら怒っちゃうぞ、プンプン。本当です。じゃあ本当かどうか僕ちゃんにもシフト表見せてよ。それはちょっと。二人の間に隠し事なんか絶対ダメだよ。レナちゃんのプライベートも全部知っておきたいんだよ。だから全部見せて。え？冗談だよ。びっくりしました。最近お客さんが増えて急に忙しくなっちゃったんです。夜も遅くまでバイトしてるよね。まさか夜の接客とか。はい。それなら僕お店に行っちゃうぞ。違います。レナちゃん可愛いからきっとナンバーワンなんだろうな。バイト先はファミレスです。教授が考えてるような接客じゃないですよ。ああそっか、真面目にバイト頑張ってるんだね。私の実家はごく普通の一般家庭で、授業料だけは親に払ってもらっているんですけど、生活費ぐらいは自分が稼がなきゃって。お利口さんだね、レナちゃん。そういう学生久々に見たよ。こんな貧乏学生音大には不釣り合いですよね。周りはみんなお嬢様ばっかりだから。そんなことないよ。レナがフルート吹いてる姿は他の門下生の誰よりも可愛いよ。レナ？ああごめん、呼び捨てはダメか。いえ。もしかしてレナちゃん、レッスン料の5000円払うのも本当は厳しいとか？実はそれもあります。ああそうなんだ、気づかなくてごめんね。いえとんでもないです。他の門下生の3分の1の料金で個人レッスンだなんて、それだけでもありがたいことなのに。落第は避けたいからな。よし、それなら今回はタダで個人レッスンしてあげる。本当ですか？ついでに僕が夜の個人レッスンもしてあげちゃうぞ。え？冗談だよ、すぐレナちゃん本気にするんだから。驚かせないでくださいよ。ああめんごめんご。あと川辺教授、申し上げにくいんですが、学校でレッスンしていただくわけにはいきませんか？学校だとレナちゃんだけ特別扱いしてるって他の学生にひがまれるかもしれないよ。僕こう見えて女子学生に結構人気だから、やっぱ家の方がいいな。そうですか。あ、もしかしてレナちゃん、僕の自宅で二人っきりになるのが恥ずかしいとか思ってる？そういうことじゃないですよ。大丈夫だよ、家には女房も子供もいるから安心して。はあ、僕の自宅なら時間も関係ないからバイト帰りにおいでよ。それだと時間的にかなり遅くなりますから。遠慮しなくてもいいよ。そんな謙虚さがほんと可愛いよな、レナちゃんは。もう冗談はやめてくださいよ。ああこれはちょっと本気。え？レナを落第させないためだったら、夜中だろうが早朝だろうが僕が個人レッスンしてあげる。ああそうだ、あさってにしよう。そんな急に？こういうのは早く決めた方がいいんだよ。
水曜日だし僕も都合がいい。バイトは何時に終わるの？19時上がりです。ああちょうどいいね。個人レッスンした後にホテルのバーに行って飲むってのはどうだ？でついでに部屋も取っちゃおう。いえ、レッスンが終わったらすぐ帰ります。ホテルの部屋は冗談だって。分かってます。頑張ってるレナにご褒美として一杯おごってあげるから。じゃあ水曜日ね。水曜日の朝。教授、やっぱり今日のレッスンですが行けません。なんで？バイトの子が体調崩しちゃって代わりに私が入ることになったんです。レナちゃん、それって嘘でしょ？本当ですよ。いや、絶対嘘だな。教授？本当は僕の個人レッスンを受けたくないだけだろ。隠したって無駄なんだよ。急にどうしたんですか？なんか怒ってます？僕に嘘をつくからだ。あんて女だ。バイトの件は本当ですよ。ただ…ただなんだ？やっぱり私だけ特別に個人レッスンというのはちょっと…自分が何言ってるのか分かってるのか？前にも説明したよね、加点のこと。はい、川辺教授の加点がなければ進級は厳しいと。そうだ、個人レッスンを断ったら加点どころか減点だよ。これで落第決定だ。そんな…だいたい落第だけじゃ済まないぞ。どういうことですか？僕はお前の田舎の音楽関係者にもつながりがあるんだよ。数年後に就職したとしても職場にダメ学生だったと告げ口することも簡単だ。それに地元で音楽活動なんて一切できないようにしてやるからな。人生台無しだね。教授、ひどいです。こんなの脅しじゃないですか。これ以上まだ教授が何か言うなら私も誰かにこの LINE のやり取りを見せますよ。言えるもんなら言えばいいさ。僕の権力を舐めるな。お前みたいに成績の悪い学生の言うことなんかいくらでも覆せるんだよ、俺は。そんな…レナちゃん、少し頭冷やしたらわかるよね。え？僕もつい熱くなっちゃってごめんね。楽しみにしてる、レナちゃんとの個人レッスン。なかなか日程が決まらないからさ。すみません。現実をしっかり見た方がいいよ。僕はいつでも LINE 待ってるから。4時間後。教授、先ほどはすみませんでした。バイトを他の子に代わってもらったので個人レッスンお願いできますか？さすがレナちゃん、思ったより早く LINE が来たね。いろいろすみませんでした。最初から僕に従っていればいいものを。教授のご自宅には何時に伺えばよろしいですか？自宅？ホテルを予約したよ。はい。きっと君なら気持ちをすぐに切り替えて僕との個人レッスンを受けるって言うと思ってたんだよ。ホテルにおいで。なんでホテルなんですか？最上階だよ。景色もいいし部屋は防音だし、フルートのレッスンをするのに最高だろ。ホテルなんて冗談ですよね。先生のご自宅でレッスンって言ってたじゃないですか。だから私…言ったろ、いつも頑張ってる君にご褒美。食事とお酒、レッスンが終わったらスイートルームで一緒に楽しもう。さすがにそれは無理です。あれ、なんだ、まだ覚悟できてなかったの？単位が欲しいんでしょ？なら僕と楽しい夜を過ごそうよ。そんな下心丸見えなのに行きません。レナだってそれを承知で LINE してきたんじゃないの？違いますよ。教授のやっていることひどすぎます。このこと大学や文科生にバラしますから。はっ、僕を脅してるつもりか？その前にお前は退学だよ。田舎のご両親も悲しむな。ホテルで教授の個人レッスン受ける方がよっぽど両親が悲しみます。本当に頭の悪いやつだな。もうちょっと賢い女だと思っていたのに。たった一は僕の相手をするだけで全てうまくいくんだぞ。教授こそ頭が悪いですよね。何？この LINE のやり取りが全部証拠になるんですよ。こんなの全部冗談だよ。僕の一言で全てそうなる。お前の言うことなんか誰も信用しないよ。そうですか？みんな私に同情してくれてますけど。はあ？同情してくれている？ええ、今私大学の学食で教授の文科生たちと一緒にいるんです。だからなんだ？教授とのやり取りを学食のプロジェクターに投影してみんなで見てるんですよ。はあ？嘘をつくな。本当ですよ、リアルタイムに映ってます。やめろ、今すぐやめろ。だってバラしてもいいんですよね。やれるもんならやってみろって教授自分でおっしゃってたじゃないですか。違う、これは冗談だ。冗談？そうだ、冗談だ。教授のその一言、みんな信じてくれますかね？
お前、僕を貶めたな。そんなつもりはないですよ。ああ、ごめんレナ、今すぐ消してくれ。あの、ずっと言いたかったんですけど、レナとかレナちゃんとか下の名前で呼ぶのやめてもらっていいですか？ああ、ごめん。上の名前なんだっけ？は？これまでのことはちょっとしたジョークだよ。はい、そうですか。ちゃんと聞いてくれ。はい、みんなちゃんと見てますよ。他の教授もね。他の教授？やめろ！僕はどうなるんだ？さあ？みんな、みんな、これは全部冗談なんです。後日談。その後、川辺教授の失態は多くの学生によって拡散され、大学中に知れ渡ることとなりました。この件をきっかけに、これまでにも同様の手口で何人もの学生をホテルに誘っていたことが発覚。幸い本当にホテルまで行った女子学生はいなかったものの、教授という立場を利用した罪は重いとして、川辺教授は大学から追放されました。ワイドショーでも格好のネタとなり、近所中から後ろ指を刺されることとなった川辺教授は当然奥さんとも離婚。引っ越しを余儀なくされた奥さんはもちろん多額の慰謝料請求。全財産を奥さんに渡すこととなった川辺教授は知り合いの誰もいない田舎へと逃げるように移住しました。今は廃墟同然の築100年というボロ屋で一人寂しくヤギのメイコと共に暮らしているとかなんとか。私は無事に実技試験も合格。バイトと学業の両立は大変ですが、卒業後は地元の子供たちに音楽を教え、フルートを普及していくという夢を実現するために、これからも頑張っていきたいと思います。